おはようございます。フィリッパーです。よろしくお願いします。アウトっつって、うわぁスヌーピーだ。よし、やばっ。スイッチ出てこ、スイッチ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 。うぅまぁ、あ、スイッチスイッチ。スマイルが出ないの、緊張しすぎて顔が引きつっちゃう。どう気合入れるんですかね。うん、どうやったら気合入りますかね。うっすとか、うっす、声出すのがやっぱいいよね。いや、やっぱそうっすよね。この前ありがとうね。とんでもないっす。またすごい。上子だが昨日なんか逆に申し訳なかったですよ。いや、全然全然、俺の実力不足だね。もうすっきり、あれ、ね、気にすることじゃないよ。本当そういう日もあるかな。わかった。いや結構真面目なんだなって。いや俺結構真面目よ。昨日はたまたまだかな。昨日は失敗。私たちは何も持ってないからさ。よかった。暑くない今日、大丈夫かな。マレメ君も昨日ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。ほんまにそれ何飲んでんの。あ、レッドブル。いります。いやいい、大丈夫。あ、チュルちゃんじゃない。おはようございます。藤見ちゃんも今日はありがとう。早かったでしょ、随分と。あ、でも大丈夫。大丈夫。うん、あの、大分から帰ってきたから。あ、彼氏のパンツを。チュルちゃんもなんか全然寝てないんでしょ。あんまり寝れてないです、ね、仕事終わりね。そうなんですよ、2時まで仕事してます。あー、なんか今ケロロ軍曹でめっちゃ、ね、ありがとうございます、本当に。いやいや、もう全然言って。あれ結構大変なシステムだもんね。システムがめちゃくちゃ大変で、ずっとつけないとね。先生すごいわね今日ね。デザイナーかと思ったもん。これいいっしょ、うん、かわいい。お花見って感じ。これ今日に合わせて。私が花ですってこと。私が違う。先生が目立ってるわよ。先生もハッピーね。あ、それハッピーじゃないか。なんだろうこれ。チュルちゃんも相変わらず。チュルちゃんね、知ってる？はい、わかります。あ、本当ですか？ありがとうございます。鎌倉の時に。あ、そうだ、合ってんだ、合ってんだ。やったの？お？やったの？既婚者だよ。あ、既婚者だよ。藤見先生？何？そんダメよ。既婚者って出さない。もうそうやってお尻が緩いんだから。結構タイプじゃない？タイプだけど、既婚者はやんちゃね。なに既婚者だから先生ね。先生お尻が緩いわよ、あの、あっち行っちゃって。何回やったのか知らん。あ、でも1回だけ。あ、1回だけ。あと、静香ちゃん来た来た。静香ちゃん怖いんだけど、お化けみたい。あ、山田くん今日よろしくお願いします。今日ね、山田くん幹事長で。どうも、幹事長の山田です。乾杯の温度も取ってもらうんで。え、それ俺じゃなくて無限さんって言ってなかった。いや、山田くんにやってもらおう。無限さんやろ。よろしくね。静香ちゃんありがとう。お化けかと思ったん。やばい組。あ、今日はあの、うん、よかったらプレゼント持って。そんなわざわざいいのに。いいの、はい、なんかお誕生日でもないのに。私今日あの呼んでくれた花無限くんの近くにしてあるからね。あれ、ありがとうございます。オッケー、はい、オッケー、はい、あ、ゆっこちゃんおはようございます。ファンデーションすごいね今日。決まってるわ。いい、うん、いいよ。いい、うん、あの綺麗よ。女装メイク屋さんで教わってメイクを。あ、女装メイク屋さんでやったんだ。うん、自分でやったの。あ、素敵よ。ありがとう。桜かと思っちゃったん。あなた、またさ、うん、鎌倉にも呼んでほしい。全然いいよ。頭に入れといて。オッケーよ。あ、柿立つくん、こんにちは。おはようございます。一個だけ伝えたいことがあるんですけど、 この間コラボありがとうございました。うん、で、あの、ななちゃんさんとリスナーさんの後ろ後ろ後ろ一通り、うん、ななちゃんさんとリスナーさんのおかげで、うん、来月から生ポ配信になりました僕。あら、ね、すごいね、はい、
でもお金入んなくなっちゃったらどうすんの、また戻るってこと。まあ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 そうなんですけど、うん、でも働ける勇気にもなるんじゃない。そうです ね, ねそうなんなん、ね、なりました。よかった、ありがとうございます、ね、ちゃんと元通りに戻れば ね, ね、はい、また戻ると思うけど。戻んないですよ、頑張りますよ。ね、頑張って頑張りますよ。でみんな行こう。野田さん、おはようございます。これ怖っ。ありがとうございます、野田さん。もうめっちゃ嬉しい。いや野田さん誘ってくれてありがとう。ありがとうございます。まさか来てくれるとは。いや嬉しかったよ、誘ってくれて。だって昨日花見やったばっかですよね。うん、そう、沼連ね。沼連やったけど、やっちゃおとなしかったよ。大丈夫でしょ。じゃ今日にね、パワー貯めてるかもしれない。あ、そうなの。かわいいね、今日もね。野田さんもなんかキティちゃんね。キティちゃんで。キティちゃんかわいい。ありがとう。すごいね、ハッピー。そう、今日のために。あ、そうなの。かわいい。ね、オーダーメイドで。よろしくお願いします。あ、バファリン。バファリン。バファリンも久しぶりじゃん。久しぶり。あのホテル以来じゃない。どこの？あのスカイツリーの。うん。ホテルで泊まってた時に一緒に朝食食べようって言って。あ、そうだ、朝コラボした時なんだ。そうそうそう。え、それぶり？それぶり。でもあきこママの店とかで結構絡ん。いや、俺行ってない行ってない行ってない。なんでさ、穴蔵から出てきたの？なんで？穴蔵からなんで出てきたの？いや、昼間の方に移行したかったんやけど、うん、もうできなかった。なんか噂によると彼女と別れたから出てきたっていう。あ、それは関係ない。あ、それは関係ないんだ。そうそうそう。これこれさんのカードのあれは？あ、もう関係ない。あ、それを出るためじゃなく。違う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 。あら、本当たまたま。ヤミー先輩。久しぶり。お久しぶり。顔どうし、頭ナスみたいな。ナスみたいになったよ。すごい色。なんでそんな頭になってんの？言われたくて。ありがとうございます、今日は。よろしくお願いします。ヤミーも来てくれ、久しぶり。ありがとう。ね、嬉しい。嬉しいね。わーい。うん？ん、二次会も来るの？あ、今日アクティブなんだ結構ね。夕方までやることないの。あ、そっか、夕方に帰るから。結局ね、帰るから行った方がいいかなと思って。屋形船も2時間だけなんだよ。そうそうそう、二次会ってどこでやる？二次会はね、アキコママの店。なんかアキコママ倒れたって。え、アキコママ倒れたって知ってる？知らない、アキコママが倒れたのらしいよ。ええ、アキコママ倒れたって聞いてよ。え、今日配信してないのかな。嘘でしょ。配信やってるって。やってる、倒れたけど向かってると。いや、わかんないけど、俺に言われても。わかんないけどさ、誰か毒を持ったんじゃないですか。毒を持ったんだろう、多分。誘われた、誘われた。何を言ってんですか。ヤミ先輩、なんか自撮り棒が高いのにグレードアップして。確かに。でも外配信まだブレブレなんだよ。テブレ音声使ってるんで。テブレ音声で画質が悪かった昨日。あ、画質が相変わらず。本当に。じゃあビガンフィルター入れてしょ。ビガンフィルター。いや、もう入れてないよ。ヤミーなんかめっちゃ嬉しい、久しぶりだから、ね、よろしくね、2時間だけだけど、ね、楽しんでください。お酒も飲んでね。酔っ払って帰ればいいんだよ。どうせ一番苦みでしょ。恥ずかしいから。ホッコイはそっち何で見てんの。いや、もうね、もうやめてください。いまだに緊張するからね。あら、あきこママおはようございます。なんかあきこママが倒れたっていう。この間倒れちゃってね。うん、あ、まあ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 、こっち倒れちゃう。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかお店も貸してくれるみたいで。いやいや、もう土地で使っていただければ。ねえ、二次会はあきこママのお店で。なんかこれ今日、なにこれ、あのハッピーハッピー踊るんじゃないの。踊んない踊んない。こんな声みたいな。じゃあよろしくお願いします、あきこママ。すいません、よろしくお願いします。あ、ミヌさん、おっと、危ない。ごめんね、急遽なんか参加してもらっちゃって。いやいや、ありがとうございます。いやいや、もうちょっと今日はよろしくお願いします。こないだライブすごい楽しかったです。ありがとうございます。いや、すごい楽しかった。何それ。いいの、あれ。なんかみんなあればっかり。ワイロがすごいよ、ワイロが。今日なんかミルさん綺麗だね。いやいや、ありがとうございます。
朝の方が綺麗かも。あ、あの時疲れてたから。そうね、ライブ中だったからね。あれ、宿敵の方は来てるんですか？宿敵の方は来てないです。あ、まだ話してないというんだ。あ、いる、いるかも。あ、中村くん、なんか紅の豚みたいだね。天然さんは来てない。天然さん？天然さん来てない。そうでしょう。本当。今やばいって。あの人どっかに前乗りしてんの？今こっちにいる。車で寝てる。と思った。あー、パリちゃんおはよう。ありがとう、急遽ごめんなさい、誘っちゃって。パリちゃんちょっと太った。ちょっと太りました。彼氏できた？できるはず。相談したいですよ、いろいろ私。また騙されたの？騙されてないです。消えました。消えた。飛びました。飛んだの。よろしくお願いします。すごいわ。今度は映画ね。映画、はい。あれすごい楽しみ。あれ20…何日公開？4月公開予定なんですけど、ひどんなちゃんね。そうです、そうです。ふじみちゃんと、あと直樹兄さん、直樹兄さんもね。兄さん来た。あ、兄さんいた。兄さん来た。今日よろしくお願いします。楽しんで。はい、ありがとうございます。あら、直樹兄さん、あ、よかった。ありがとうございます。よろしくお願いします。楽しみにしてました。昨日はあんまり飲んでなかったみたいで。お酒を最近控えてる。あ、飲んでないの？ちょっとダイエットしようかな。あー、なんか体悪いの？まあちょっとあんまりね、良くないから、うん、ちょっとこれを機に一回ちょっと頑張って、うん、少し、まあそんなすぐは痩せないけど、うん、お酒控え。そのヘアバンドは何？ハゲ隠し？違うよ、いつもしてるよ、配信とかね。あ、そっか、してるか。ハゲ隠しとか言うんだよ。最初、兄さんも久しぶりだもんね、結構ね。でも年末、あれ。でもそれぶりじゃない？まあそうだね。でも4ヶ月ぶりになるか、3ヶ月ぶりぐらいか。うん。カマクリ以来。そうだよ。今年初めましてんだよ。今年初めましてか。あ、そっか。今日楽しんでね。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。ありがとう。あ、シュラ君だ。すいません。シュラ君。シュラ君、大阪かな。大阪です。どこに泊まったの？両国ビューホテル。うん。というところに昨日から。あ、近く。はい、もう。わざわざありがとうございます。いいよ。遠かったでしょ、だって。あ、いや、もう仕事もあったんで。あ、はい、そっか。たまに新宿とかいるもんね。そうです、そうです。仕事って何の仕事してるんですか？ポリシです。あ、そうだ。そう、やばい仕事かとかって。そっちじゃね、パケとかそういうのじゃないのね。あ、パケじゃない。パケじゃないと。はい、今日シュラ君は、はい、ツイキャスの席に、まあ、ちょっと奥の方なんですけど。はい、全然もうありがとうございます。全然動いちゃっていいんで。ありがとうございます。よろしくお願いします。まゆちゃん、久しぶり。綺麗。また綺麗になったわ。ツイキャスの恥ずかしい過去。今ダウンタイムで。あ、韓国ね。そうどこ整形したの？涙袋の。あ、でもわかんないわ。脂肪入れたの除去して、脂肪吸引して、うん、あのほうれい線に脂肪入れて、うん、手の甲にも脂肪入れて。あ、ここにも。そう。で。今まだダウンタイム中、まだ硬くて。じゃあお酒とか飲めないかな、ワンちゃん。いや、飲む。ダメだよ。え、ダメじゃない。血とか出ちゃうんないの？いや、1週間、うん、経ってるから。あ、そうなんだ。なんかこの間、小前くんに髪の毛洗ってもらってたよね。あ、そう韓国でね。え、なんか奈々ちゃんが嫉妬してた。してないよ。あ、そうなの？そのままやっちゃえばいいのにと思ったの。嘘かとだったんだ。綺麗に、まゆちゃん、さらに綺麗になったわ。グーよ。やってよかった。うん、こないだより全然いい。ほんと、いや嬉しい。もっとお金かけた方がいいもんな。いや、ほんとは、うん、ここまでやりたくって。うん、どこ？あと、うん、お腹の脂肪吸引して。お腹なんてもう、いや、お腹いいね。なに、そのチャック開けるとどうなっちゃうんだろう。なんかチャック開けたな。どこまで？いや、もう開いちゃうかな。下まで開いちゃうね。ゴブザキって感じで。今日はあれ、よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、楽しんでください。ね。あ、痛い。親方ってない。優勢君とアムチ。すごいね、ここ黒いね。塊が。アムチも遠くからありがとうございます。ね。入ってない全然今日。
ゆうせいくんの方が気合入ってない。いや、めちゃくちゃ気合入ってますよ。ロックバンドかと思っちゃったよ。俺も気合入ってるんだけど。アムチンもね、イヴ・サンローランのコートで。適当でしょ。適当適当。イヴ・サンローランじゃないし。なんだろうこれ。靴だけです。あ、靴イヴ・サンローラン。これ高いっすよ。ほら。全身多分100万ぐらいは言ってると思うよ。いやいや、全然言ってない。じゃあユーセクジ、そこ気をつけてこいよ。落ちちゃいそうよ。後ろ。キメキメだね。そうです。それはね、だって親方に呼ばれたら。親方。気合い入れるしかないでしょ。言い方やばいでしょ。親方。それはもう。もうずっと親方に言われてん。鎌倉来てないから、うん、あれめっちゃ久しぶりだじゃん。あ、そうだ。あ、でもこの間藤見ちゃんの誕生日会、そうそう、で会ってるからね。で、そう、で呼んでくれてね。それぶりで。ありがとうございました。呼んでいただいて。小室哲哉みたいなね。小室哲哉。小室哲哉。俺？小室哲哉。今日お酒飲み放題なんで、たくさん飲んじゃってくる。2時間だっけ。え、2時間も行くんですか。行く行く。はい。あら、はじめまして、りょうたっちょくん。お、イケメンじゃん。今日よろしくお願いします。知ってる人 いるよね。無限と割れ目とセンスさんとかは。あ、師匠と一緒に来たんで。あ、そっかそっかそっか。よろしくお願いします。私の目の前だから、ね、席。ちょっと緊張してるわ。緊張する。大丈夫。お酒は飲むのかな。お酒は、お酒飲んでちょっと奈々ちゃんに抱きしめないと。あ、そう。ちょっとね、たくまくん、おはよう。また後で、ごめんね、ちょっと時間が。ナスもおはよう。おはようございます。あ、やろうたね。ありがとう。また後で挨拶する。しようしよう。おはよう。レイくんもおはよう。山ちゃんもおはよう。かっこいいやん。かっこいい。こんなにわざわざ今日のために。かっこいい。すごいね、一長蘭。ウキおはよう。あ、なんか勘違いされちゃったみたいな、昨日。え、勘違い、あ、そうなんすよ、なんかめっちゃなんかお礼疑惑みたいな。じゃあ私ね、暴露なんか来てないんだよ。え、来てないんすか。ふざけて言っただけ。あ、そうなんすか。俺マジ、でもウキかな、一番最初に来たから、あれってなんかあんのかなって。いや、違うっす。なんか枠つけづらいなと思って。あー、昨日放送で言ったんだよね、私がふわっちの暴露があったって。え、あれ妄想だったの。妄想なんだよ、マジで。俺昨日起きた時生きたことしなくて。ウッキー今日綺麗ね、これね。お化粧決まってる。え、何、お化粧決まってる。ますか。うん、よろしくね、今日ね、飲んじゃって。せいじくん、おはようございます。おはようございます。昨日ありがとうございました。焼肉ごちそうになっちゃって。あ、ごちそうされちゃって、されちゃって。今日はよろしくね。焼肉ね、あ、軍曹いた。軍曹、ありがとう。なんか二日酔い。いや、ね、眠い、眠い。あ、眠い。早いよね、時間がね。そうだね、この時間だと仕事終わってきたから。じゃあね、夜がね、空いてなかったんだよ。あーね、あー、でも全然大丈夫、はい。たまたまキャンセル入ったの。何が？この日に。この時間でってこと。うん。そうだよね、今だって一番時期的に。うん。ね、新八丁さんです。新八丁さんです。新八丁さん、ドアップでお願いします。よろしくお願いします。これカメラなんで。ヤカダムネインブレーキングダウンの会場。ここに来た。新八丁 VS 無限のカードあるんですか。ありますか。ありますか。ステージ常で負けた人ドローンみたいな。 OK です。 OK だ。 OK だ。 OK。 沈むよ。すごいわ。はい、お金ね。いきなり回収か。そんなの逃げそうだから。愛子さんだ。気をつけて気をつけて。野田君のサブアカだったと全然喋らなかった。愛子さん。小麦粉の前って言ってたよかった。愛子ちゃん、口紅がちょっと、はみ出しちゃって。愛子ちゃん、先にお金ちょうだい。あ、そうだ、愛子ちゃん、私が誕生日お祝いで、はい、ちょっとね、はみ出てるね、口紅。もう直してないの。あ、ナナちゃんがフワッチがちょこっとして。あ、よろしくお願いします。フェリッパーです。よろしくお願いします。マサヤさんとエンディ君。エンディス、あれ髪色変わった。髪色変わった。よろしくお願いします。はい、皆様、
お集まりいただけましたでしょうか。遅刻や乗車されてない方はいらっしゃいますでしょうか。大丈夫ですか。みんな揃ってますか。本日はお忙しい中お集まりいただきまして、カメラマン僕で、うわめっちゃ揺れる、めっちゃ揺れる、よっよっよっ、いくつか注意点がございますので、皆様しっかりと聞いてください。よっ、1つ目、貴重品は必ず自己責任で管理しますように。お願いしますよ。おい、あいこ取んなよ。なんでなんで、え、おい、あいこ取んなよ。こら、そういうのは言わない。あ、すいません、あ、すいません、すいません、発車しちゃった。誰だよ。じゃあ、お花見ごめんごめんごめん、ヤクティブネクルーズスタートでーす。スタート、皆さん、お手元のビール、ついでもらってもよろしいでしょうか。本日、私、ファッションをお止めさせていただきます。ファッション、川村と申します。あいこと飲むの？どうも、幹事長のファッション、川村です。お、川村、よろしく。よろしくお願いします。グラス足りてますか、皆さん。大丈夫かな。コーラ欲しい。すんげーな、これ。うん、ありがとう。あいこちゃん、ありがとうね。え、もう飲んじゃったの、あいこちゃん。私もお酒飲めってことかな、これ。やっちょこ。いいね、たまに。俺は飲まないけど。飲みな。やっちょこ、なんで飲まないの。俺、今年禁酒してんの。あ、そうなの。暴れてないのに炎上系っていう人がいるんですよ。あ、そう。ちょっと怖いな、この席。それでは、皆さん、お手元のグラス、用意していただいて。はい。してたよ。楽しい会にしましょう。乾杯。乾杯。乾杯です。とりあえず乾杯ね。わあ、もうこぼれてる。めっちゃこぼれてる。もうグイッとね、グイッと言っちゃって、グイッとグイッと。はい、グイッと言っちゃって、グイッと。アムチンも。あらららあらら、さすが。あらら、グイッとグイッと。グイッと、グイッとグイッと、グイッと。これ大丈夫かな、みんな飲ませ、私結構飲ませ屋なんだよね。グイッとグイッと。なちゃん、いい匂いするね。ほんと？うん。もうすごいし、汗。いや、全部。うんうん、いい匂いするの。いい匂いする。お風呂入ってきたから、私あっちに置いたことない。ぐるぐるぐる回ってくる。猫くん、猫くんもビール飲んでんの。あらららららら、ここの組み合わせもなんかね、面白いね。空いてる、それ。ラスは飲んでんの。飲んでる。あー、ごめんなさい。はい、グイッとグイッと。はい、グイッと。はい、グイッとグイッと。あとはハイボール、いいよ。赤と白、日本酒、ミルシュ、コーラ、オレンジ、はい、グイッと。山ちゃん飲まないね。はい、猫くんグイッと。こちらトイレあります。はい、ミルさんもグイッと。おタバコ、おしおし、あ、怖い怖い。さすが、飲んだってね。ヨータチョコも結構飲むんだね。ヨータチョコもグイッとグイッと。イケメン、あえだ、ごめんね、これ全然見てなかった。グイッとグイッともらってくんね、新しいの。公約目ですから、今日は帰っておいでね。落ち着いて、寂しがんないね。元カレのとこ早く帰ってきてよ。元カレなの。元カレなの。そうだよ、元カレ。こっちでよ。叱るべくしたら素敵なんだよ、ここは。兄さん、グイッと言っちゃってください。これね、あ、これ三脚代わりになってんだ。お料理どうですか、野田さん。お料理美味しいです。美味しい。これ食べ放題なんですか。食べ放題。食べ放題。両たちは顔変わった。え？あ、一人一本。整形したじゃん。そう。よかった、私食べないね。野田さん食べます、エビ。一本。このまま手づかみでいくか。ありがとう。野田さんにあげたエビ。やったー。エビ。ここを削った後痩せただけ。あ、そうだよ。
ち兄さんは直樹兄さん飲んでない。大変。ちょっとローアングルするよ。ちょっとドラクロスちゃん。ちょっとここ動線が。やっちゃった。やっぱりこっち来た方がいい。ガチャガチャなのかな。とりあえずね。あのちゃん大丈夫？行こうか。あのちゃん、お酒はい。飲み放題だから、あいこちゃん。あに美味しい？うん、コーラも飲み放題。大丈夫？これうまそう。お刺身も食べてや、ちょっと。お刺身食べていいですか？全然食べて。我々の権限で。開けたくてよ。何？あーんしてほしいってこと？なんでそんな甘えん坊さんなの、今日。え？殻ごとね。いや言うな言うな。いや聞こえてるしまい。でも食べたいなエビ。エビね。エビ食べたい。じゃあ私のねお箸がないんだよね。生のエビ好きだからさ。飲んでますか？あここみんな飲んでないんだ。大丈夫？ここは飲んでますか飲んでますか？あここもあんまり飲んでないね。エンディちゃんエンディちゃん。入れてあげる、飲みなさい、飲みなさい。あ、もうないのかな。違う。やめなく、これ。あ、いいです、ママ。ママ飲んでる。あのママ、二次会よろしくお願いします。ねえ、エンリ君も。この間のね、あの配信良かったわ、涙したの、マサヤも。ウッキーもウッキーかわいい今日おーいしょオッケーこれも下げちゃってこれ新しいのコロポンも飲んでんじゃん珍しいここめっちゃ涼しいえ寒いぐらい寒いぐらいそう暑いまだ開けちゃえばいいあれパニマちゃん今日飲んでないのなんだもう飲んで飲んで飲んでごめんねって弱電はい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 たくまくんは飲んでんのもうグイッとグイッといっちゃってたくまくんもめっちゃ久しぶりそうだね最近あれじゃないいい男になったんじゃないちょっと待ってパニちゃんパニちゃん大丈夫いいおかまになっちゃういいおかまになっちゃう一気しなくても大丈夫かもまやちゃんもどうぞまやちゃんあれ整形大丈夫かな本当のお酒ダウンタイムのあ、レイ君も飲むのレイ君もはいレイ君も久しぶりだねおかえりね日本やっと帰ってきて楽しかった海外いや楽しかったもういろいろ経験できた結構いたよね1ヶ月ぐらいにねあゆっこちゃんはいどうぞいい女よ今日できよはい滝達くんお酒飲んじゃって大丈夫手段でしょ大丈夫ゆっこちゃん主にお願いしてもいいですかミカちゃんって誰ナナちゃんいいせーのハイチーズあれ何これあの有料が出ちゃいましたね今ねハイチーズあなんで有料ちょっと幹事長仕事してよ中でやっぱ中は中で盛り上がって熱いよね大丈夫かねこれほっといてやっぱり七夜も出てきたわここでタバコ吸えんだあ、一応外で吸ってやってあ、いいじゃんね、外の方がえ見て無限くんたちもいるどうもうるさいね、中根いや、大丈夫大丈夫楽しい、楽しいこれさ、外良くないいい席だった、うん、いい席だった、うん、いい席だったで、こっからなんか花見スポットみたいなとこも見えるみたいよ、こっからどこら辺なんだろうでも花これも花見そうだね。心の中に咲かせれば。心の中にね。でもほらスカイツリーも見えるし。あ咲いてるわ。あこれね洋服ね。一番綺麗な桜やこれ。そうね。うん、あわかりました。なんか頭ぶけるよってしゃがまないと。どれ？これ走ちょっとギリギリまで耐えるか。やめなさいチャレンジ精神。首取れちゃうかな。なんでチキンです。首取れるかな。痛いよ。わあ来た。うわ来た来た。ナナちゃんらしいよ。危ない危ないやっぱ危ない。やっぱ危ない。うわ。めっちゃギリギリや。すごいとこ通るね。首ポンポンいってるわ。すごいとこ通るね。わあめっちゃええわ。やば。めっちゃええわ。すべすべ。わあすげえ。
ちょっともう、もう30分経っちゃったんだね、これ。ここ涼しいね。めっちゃいいね。ここ涼しい。ちゅるちゃん。みんなさ、ちゅるちゃんで、ね、今、あの、あれ。イベント。ちゅるちゃんにケロロ投げてあげて。お願いします。じゃあ私、ほら、やってないかな。もったいない。最初参戦してませんでした。私、ナナさんが絶対来ると思って、絶対最初のうちに頑張っとかないと、多分5位以内入れないなと思って。そう。だから時間帯で出るんだもんね。あ、藤本先生も。あ、ごめんなさい。いい、大丈夫です。映んなくて。無限くん。ここ、岡間ちゃん連合。はじめまして。藤見ちゃん。あ、お名前は。YouTube とかやってるちるちゃん。楽しく。で、一緒みんな。で、岡間ちゃんの宿たん。岡間の。うるるですね。岡間の話。みんな岡間でね。あれ上気持ちいいね。気持ちいいね。ここで飲み食いしてる。確かに。ここは箱も吸えるしね。テーブル持ってきたよ。ステッカー持ってきてます。ナスタイツリーよ。ねえ、素敵。桜がね。桜が全然。え、俺買っちゃったよ。みんな集まって。タバコ率高いんだね。濡れてるやん。なんだ、演歌聞こえんね。ありがとうございます。どうですか、この配信者よ。え、どうしよう。なんかね、カラオケも歌えるみたいだよ。あ、そうなんだ。下にあったもんね、カラオケも。なんか一人歌ってるとみんな歌っちゃうかな、みたいな。え、何で言うんですか。なんか、僕を見て。皆さん言ってます。あれ、そうだね、ワンマンクイーンだ。猫チャレンジだ。あ、そうなんだ。いや、そういうの恥ずかしいんだよね。効果選手の。やんない、やんない。今日もガッチガチ緊張してる。まだ震えが止まんない。いろいろ考えすぎて直接見たことない。すげえ。台風の金に見るとなんかいじられる。あー、こうやって見える。やった。なんか優秀ちゃん見るとそうでもない。直接見るとそうでもない。いや、でもすると何だろう、ヒットして見えるのかな。普段ないから。そうだね。やっぱりイケメンだな。ありがとう。でもタイプじゃないしな。あいつもあいこさん嘘つけ。でも出るからね。端から端まで出るし。相手されなさそうだよ。相手してくれないよ。あの新野町の前に座ってる人、あれめっちゃかっこいいよね。両立直。両立直やば。あれ一番かっこいい。かっこいいよね。かっこいい。メイクもやっぱかっこいいわ。キラキラしてる。キラキラしてるよ。守りに来た。守りに来た。何言ってる。いいね。もう交換でいいのよ。SP だ。SP だ。交換。いい、大丈夫大丈夫。イケメンここじゃみ。なんで止まったの。あ、桜が見えんじゃない、もしかして。桜が、枝しか見えない。桜スポットが、枝スポット枝。ほら、みんな満開ですよ。めっちゃ大嘘つきじゃん。多分バックしてんのかな、これ。あ、止まってるのか。これはなんで止まってるんですか。あー、定着場でいつものね。本来ならそこに桜が咲いてる。そう、いっぱいね。あ、ちょっとすいません、こっちイケメンチームなんで、あの、はい、ホンジュリさんは入ってこないで。恥ずかしいよね、こういうこと言うの。中村君知ってる。面白い。ほら、変質者が紛れてたな。いや、どう考えても変質者だよね。こうやってお金ばっか、お金の匂いに、これわかりやすい。何を。何。あ、香水。奈々ちゃんに買っといてって言ったよ、一個。俺東京におるから届かへんから奈々ちゃんにプレゼントしたい。あ、本当。何このスポンジ。これね、風が強かったらこれでストップするの。すごいね、配信者や。あ、音声よね。すごいな、これ。ウケんだけど、このスポンジ。てか、揺れるね、結構、猫ちゃん。気をつけてね。
落ちないように。何モンモンって。わあ！びっくりした。揺れる結構揺れる揺れる。何？モンモンジョリジョリ。何何？おいおいおいもう暑さ飛んでいた。あ、そうしたいですね。暑い。え、知らないの？ボンボンがジョリジョリ。ちょっとセイさん来るからどいてくれる？あ、そうだよ。はい、セイさん通りまーす。中村くんどいてくださーい。行きます。お願いします。え？中村大将。怖い怖い怖い。っていうか大変撮影するの切っていい私まさかのカメラマンが欲しいマジで。モンジョリ気持ち悪くなんない気持ち悪くなった、うん、揺れがね揺れがなんかね気持ち悪くなるやっぱりまさかのってないでてもでも山田君は枠やってんだもんな自分で山田先生は、まあ、ペリパー君に任せようかなやってないのそうなんですあでもそうなってくると、うん、あそこに機長さんがいるからチキルどこ機長さんおいでモンジョリこっちこっち来て何その保護者みたいになってるモンジョリ早く来てこっちおいで保護者みたいな痛い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 危ないでしょ少し落ち着いた方がいいちょっと食べるかご飯食べるかここで座んなここでちょっと邪魔なんだけどちょっとご飯食べさせてよ何がどうしたどうしたどうした動き始めた僕らのせいでねかきたつくんね僕らのせいでできないのでもこの両タクトさんも上でどうせ絡んでたんでしょ無限とか絡んでたチョコ中心のやつとか見てごらんなんで俺がいないとこばっかりするの何がなんでそんな嫌ってんの嫌ってない今食べるじゃんだってそうなんだなんで俺ここ来たら俺が行って、うん、俺が いないとこばっかり行くのあっち2階行って無限とこ行くチョコが動けばいいじゃんえ奈々ちゃんとこ行ってよかったから出しゃばったら叩かれんじゃん無限売名だって俺じゃあ俺も行っていい話したよ無視されたよろしくお願いします無視されたのどうも大人の立ち何て大人の対応と何て話したの何にもしゃべだから政治つながりやったから、うん、間違えて政治ットのとこ座っちゃったってや隣座ったら離れたどうも大丈夫ずっと見てるニコラマの先とかさペリッパーさんペリッパーペリッパーさん追加する人違うあばちゃんですごめんなさいね僕と両タッチのせいで野田さんがずっと金牌さん暑いですよね暑いよねやっちもそれこそ一緒なんだ私食べようかなお刺身ニコラマから見てますやっとご飯食べようめっちゃ嬉しい食べなイケメンだねネオタとくんね蝶をあげろよお前蝶を消せよ何だよシンヤチ蝶消せよ今頃シンヤチ蝶消せよ俺がねシンヤチ俺の方でシンヤチ蝶ネオタチ蝶返しますよ俺が最初俺が最初俺が最初やめろ消せよ俺が元祖俺が元祖だからやっちゃ消せシニアポとかでいいだろいいそれやっぽやっと浸透したのに新やっぽって呼んでくれるやっぽやっちょくん本当にクリーンになったのなったよなったよな野田君昨日どうやった昨日はどう昨日は良かったけど昨日もねなんかお前はヨッシーだっていやそれ炎上じゃなくマリオのコスプレしてたから、ね、ヨッシーの被り物したヤミーにあヨッシーはマリオ乗っていいよねって言って乗っかっただけでも公園であんまり食べ物がなかったよね俺が作った弁当あこうね俺が作った弁当交換したヤミーのその後なんか焼肉かなんかしたよねそうそうそう焼肉がみやびくんのせいで出禁だったどういうこと配信者さんみやびくんが出禁だったんだみやびくんが身長系だと俺は牛角は
牛角は厚底焼きで、やっちょくんの牛角って結局どうなったのかね。いや、なんもなかったよ。ニュースになってたよ、またね。ニュースってか、ネットニュースぐらい。テレビニュースにはなって。今日はあのテーブル乗っちゃっていいんで。ダメでしょ。おかしい、おかしい。厚底はあそこやから。そんな許可出したらおかしいから、主催者が。私乗っちゃうからね。逆に。じゃあ、無限絡まんくなる。炎上系と絡まんって言うから。絡んでくれんくなるんじゃん。特殊もなくなる。でもね、炎上系って言ったら私も炎上してるから、ね、でしょ。じゃあ言うなよ。やっちょくんはダメで、なんで私はいいのって言って。いや、それ何回も言ってるよ。でしょ。で、奈々ちゃんがやっちょの話でやっちょすごいんだよって話そうとしたら、食い気味で話変えてきた。あれはマジでリスナーさんも怒ってた。もげないくんもやっちょくんと最初絡みたかったんでしょ。そうよ。やっちょくんがなんかやっちゃって何もやってないのに炎上系って仕立て上げられてる。コラボかなんかおじゃんなったと思って、そう、ゼロワンが絡んでいって小窓上がったりと、その時に無限も小窓上がってきて、うん、じゃあちょっと絡んでみましょうかってゼロワン言ってくれたんだよ、3人、うん、エイパックもでなくなっちゃったんだ。こっちの方がいいの、全部話聞かんやん。食べな食べな、これあいこちゃん、あいこちゃんどこ行った、あいこちゃん話があっちだ、やめんとこに質問にアンサーしたのに、こっちにまた質問に質問にして会話のキャッチボールできる。誰が私途中で食い気味で質問で、何それカマチョなの。だって答えてんのに、ちょっとずっと話してるわけにもいかないんだけど、私だって質問に答えてる途中で質問するんだ、いつもそうだ。だってやっちょくんと二人っきりじゃないし、だっていろんな人と喋んなきゃいけないし。でも俺もかまって、俺絡んでないよ、一番不安だから。窓開けた。やっちょくん話長いんだよ。長くない、面白いですか。全然伊勢関西弁みたいな。いや俺兵庫県やから関西弁。窓開けてきます。窓開けてって。窓。暑いよ。暑いよ。窓開けよ窓。アムチンごめんね。それから覚えてないで。え、殴ったらしいシャンパンを。ロールロール。覚えてない。ごめんね。怒ってるっしょ。ロール開けて。怒ってる帰らんで。怒ってるまんまで帰らんで。ちょっとカマチョだね結構ね。ずっと隣にいなきゃダメなんだって。ヤミー、あいたヤミー、ここじゃなあいちゃんもいたんだよ、こっちでおほんこおお今ちょこっと天ぷらとか食べたもう置けないよね。かわいい。何よ、あいこちゃん見ろ、移動したな。あたしだけ？あいこちゃんな。いや、ちょっとそうなの。でもね、あ、ごめん。番組やってるから。これ、あいこちゃんそこに入る。これ。俺は喋ってないんだよ。俺入ってないんだもん。あ、ほんま。あ、両方つながってる。あ、これ入ってる。あやみに飲んでないのかな。俺オレンジジュース。あやこちゃん。ワイン。ワイン。野田さんもどうぞ。野田さんがお酒飲むイメージないから。ね。ね。なんかいつもジュース飲んでるイメージ。オレンジジュースか。乾杯。乾杯。乾杯。ありがとうございます。おいしいよ。いや、ガガムネのね、おいしいね、おいしい、おいしい、おいしい。味は大丈夫？全然おいしいよ。来たよ。何が一番美味しかったやん。揚げたて。イカ天。あ、イカの天ぷらね。お兄さん。でも初めましてじゃないですよね。初めまして。人数分に合わせて。人数分どこで会った？どこで会った？まあ、ピラミを連れてくればよかった。いやいや、シロがさ、だって、うん、鎌倉とかにもいますよね。いないっすよ。連れてこれないよ。鎌倉にすごい近いところで、ピラミ。まあ、とりあえず、もう、若くて、まあ、2時間ぐらいかけて、始めましたよ。そうだったら、体を真似してください。今日は愛子と一緒にやけたむりって聞いたけど、俺は無理だよ。全裸でなくて、あいつもすまんかけ。愛子、あれは俺、ね、成功だったんですよ。似てますよ。似てますから、兄弟みたいな。でも何回も今日は、あの、
何を目的で仲良くしたのか、でも、ね、誰目的で誰か仲良くしたい人がいる、俺が悪いんだけどね、経験としてヤミめっちゃ詰めるちゃんも奈々ちゃんに誘われたんですか、ヤミに取られたんじゃなかったんで、ウルドーの館もね、奈々ちゃんもだ、でもね、家に来たじゃん、ちなみにアイドルで普段お仕事やりなって、あの時以来だった、2年間やってます、そのだったクワッチ A 版になっちゃったから、いや2年間シオ君と行ったんだ、あ、なんかそのだった、あ、そうなんです、2年は多分たった、2年のところでやってたわけだよ、俺のところでね、俺のところの仕事ヤミーの家のさ、お片付けをしたんだよ、神が入ってこっち逆で食べよう、冷蔵庫大丈夫、狭くない、作業着てる、大丈夫、大丈夫、食べたい、うちは晴れて楽しんでて、あ、ありがとう、ヤミー飲み物は、飲み物じゃあ送るから、オレンジジュース、オレンジジュース、あのチンとこ来よう、あ、ここ空いててよかった、飲んでないじゃない、飲んでる、飲んでるよ、結構危ないかも、やばい、やばいかも、え、でも電話かけてくれてありがとう、いや、本当にもうね、誘ってばっかで、イエーイ、お世話になって誘うわ、この間に誕生日も、あのうち誕生日やったのよ、ほら、小町くんとか言うてたじゃん、そうだよ、そうだよ、言うな、ねえ、みんな鳥山くんおめでとうございます、警察が、あのうちいくつになったの、信号守らなかった、26、確かに、そう、26歳、車当ててるのね、やめてめっちゃ見てる、めっちゃ見てる、全部悪いことで、スリッパで運転してた、それに警察して、あったあった、気持ちが言うた、26歳だって、俺ね、ずっと前から、レベル50になったら、奈々ちゃんに行きたいって、はい、行けたんだよ、なる前から奈々ちゃんに、50になったら行っていいって言って、でも、どうやってみんな行ってんの、いきなり行ってんの、4年目、ピンポン、あ、DM かなんかで、明日行ってもいいですか、明日行ってもいいですか、明日とかもいい、あとは今週のいつ、タイミング合えばね、こう会えてたりとか、あ、ごめんね、ゆうせくん、そう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 、何や、入った入った入った大丈夫、血入れんの気をつけてね、ゆうせくん気をつけてね、頭が行った、あと誰が喋って、猫くん、猫くん入ったい、もう揺れるマジで、猫くん酒飲んでる、ここに座る、ここでいい、ここで、猫くん、いえいえ、猫くんお酒飲んでる初めて見たし、え、ストローで飲んでるの、え、僕の股間見せて、え、静かしちゃうの、みゆさんおっぱいでかいからな、哺乳好きでしょ、そういう席順にしたんですよ、なるほど、ちょっとなんかチラチラ出て、そう、オッケーなんで、オッケーコンソルがオッケーよ、コーラありましたね、みゆさんもハマってるから、何でやってるんですか、渡部君かっこいいっすよ、いつもアイテム投げてくれてる、いやいや、こちらこそ、いろんな話題を本社のリスナーさんが面白い提供をしてる、ああ、送ってくるんだ、めっちゃ迷惑だよね、いやいやいや、本人はどうか知らないですけど、知れてるのめっちゃ面白い、あ、そうなんだ、キレゲームめっちゃ面白い、やめて、渡部くん迷惑かけんの、もう全然ありがとうございます、こちらこそ、はい、ねえ、はい、今度なんかまたお家に来て、え、なんか引っ越されるんですか、そう、だから呼ぶね、パーティー、え、本当ですか、
ちょっと行きたいなと思って新しいベッド寝ようでしょ新しいサイコロかな決めようね3が出たらなんとか3から言えないもう言えないそうだやばい私酔っ払ってきた早っ山ちゃん山ちゃんと出す酔っ払ってあーあーごめんあーごめんちょっと待って本当にごめん本当全部倒しちゃったごめん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 ね大丈夫ラッサーしちゃったこの音からあーラッサーなにお尻触った人いやらしいなはいあ、いらっしゃいますか、うん、会計したとこ行ってみるあ、そうか、でももう1時間しか早いね早いねじゃあ、あと1時間じゃあ、かっこいいじゃんだから格好つけてきちゃった今日なんか、ねえ、セットでわざわざ、したの今日のためにわらららららカップリングでいい感じだったよいいねでも、うん、下に何も着てないらしいあでも基本着ないよあれ他も、うん、あそうなの、ね、え本当に本当にあーやばいやばいあやれた一番やることだよ兄ちゃん、山ちゃんがね何ですっていますよ俺も見せてよ本当にあやばいやばいうわ本当見てない、見てないどういう黒すぎて見えなかったそうです。見てください。あ、ごめんなさい。ぜひ。カニヤちゃん背中しか映ってない。ごめんなさい。映せないかなと思って。確かに。ヤマちゃんは私たち用にそういう。あ、そう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 。触りあり。大丈夫です。全部です。全部です。全部です。結婚しちゃったから。素敵な家族ができたっていう。あ、そうね。おごりのこと付き合うの。そう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 。あ、そうだね。大変だ。最近の中で休みがちって聞いたの。そうなの。ちょっと色々タイミング的に、タイミング的にいろいろあったので。昨日も休んだでしょ。そしたらなぜか昨日結婚して子供もいることで。喋れてます。そう。いいで幸せなんだよ。イヤードして。ねえ、おめでとう、ナッツおめでとう、ありがとうございます、おめでとう、おめでとうって言われるのは嬉しいけど、おめでとう、特に何もないです。あ、お会計じゃなくて、はい、嬉しいけどね、あれ、申し訳ないし。さっきで山田君におめでとうとかで3万円渡されたけど、俺何にもないんだけど、おめでとうとかで3万円渡されて、さすがに受け取ったらまずいだろうなと思って返したけど。意味わかんない急にどっち嘘すいませんにぎやかでうわすごいあ違うみんなこういうのが仕事でやってるんですよライバー中YouTuber なんですよ。そうなんですよ。行っちゃおうぜ。すみません、なんかお仕事の邪魔したとか。あ、いえいえ、なんかね。愛子さんいただいて、棒立ててみんなね。すみません、そうなんだ。なんか忘年会じゃないですけど、忘年会みたいに仲間内で。愛子さん結構いろんなとこ移動してる。めっちゃ移動してる。その何しでかすか分かんないから。これちょっと一応偽物の財布を用意して、そこらに置いてるから。ダミー財布。ビトンじゃなくてバーバリーの財布を落としてるから。遊びね。それ拾うかどうか、はい、まだ一応大丈夫です、はい、酔ってきたら何するか分かんないから本性を表すかもしれない失礼いたしまーすちょっと暴れてきたねいましたか
ってるね。そろ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 なんか人騒ぎ、笛の出番かな。意外とみんな遅らしいよね。気使ってるからみんな。今大丈夫です。深夜直とか飲んで、飲んでない飲んでない。コーラちょっと封印してるとこ。いいよ。あ、ありがとう。なんか足りないのある？コーラしか飲んでないの。はい、大丈夫です。はーい。飲んでたらね、もうめちゃくちゃなことだ。外に出てるぐらいのレベルの。いいよ。あそこにね、11位まで皆様、ここに一瞬だけ桜が咲いてます。わぁ一瞬だけ桜、どこあっちの木で一瞬だけ咲いてます。一瞬だけ全然ないって。ない。動画なんか見えへんね。ちょっとね、ちょっと一輪だけ。痛い、また痛い。またやってるそれ。痛い、これマジ。大丈夫。めっちゃく戻ってきたよ。めっちゃく戻ってきたよ、やっと。これどこで撮りたい？聞いてない、あっちも。あっちも聞いてない。あれ、あやこちゃんはどこ行ったんだ？あやこちゃん、ここにいるし。あら？あれ？いない。ヤミの隣たく。いないね、あやこちゃん。隅田川で撮れたアサリです。隅田川で撮れたアサリご飯。あ、そうじゃん。いただきます。ご飯。ナナちゃんが食べないから、あまり余ったり。みんな食べてないね、ここの人たちね。俺しか食ってない。天ぷら食べないと。俺もう、胸焼けしちゃう。みんな食べてないの。食べな。冷めちゃったら。たくさん食べて大きくなるな。意外とここみんなね食べてないの。やっと落ち着いた。あ、おいしい。どうしよう。この辺も食べた。カニもあるよ、カニ。生姜がうまい。カニもあります。目の内食べとかない。目の内ね。なあちゃん、ひっぱりだと食べてるね。どう味は？まあまあ。味は。ちょっと少なくないかな、ご飯。大丈夫？あずみちゃん、後ろだよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。お尻しか後ろ引いた。大丈夫、大丈夫。あ、いいよ。アップになっちゃうけど、ごめんね。はい、疲れてない。顔で前準備でも疲れちゃった。頭ボサボサなってる。珍しく考えたのね。考えすぎちゃったね。席順とかね。汗だくすぎでしょ。梅雨だく汗だく。梅雨だく汗だくだよ。やっちゃこれとらにこ。ついにすか。うん。もう諦めてた僕は。いいよ、そっちで。もう絡めないと。だって一通り。すいません。すごいよね。つらくピンポイントで。一通り話したもん。今誰もいないからね。ちょうどいい。逆に大丈夫。やっちょ以外、アイコも両隊長も。だってみんないない。鳴らしないけど。みんなどっか行っちゃったもんね。あのフワッチバンの人なんか暴走してますけど大丈夫です。僕だけですよ、ここ動いてないの。ね、僕が一番偉いでしょ。偉い。今日おとなしいね。別に暴れてもらってもいいんだよ。暴れてもらっていいんすか。それもおかしい。もうクリーンなやっちょくんがみんな好きだから。ツイキャスはね、炎上してたからね。そうなんや。みんな知らないよ、僕の TikTok の。あ、ごめんね、ことクリーンな姿。ちょっとご飯だけ食べてください。刺身美味しいね。今どっちの方が嫌われてますか、無限と新やっちょく。ちなみに、いやでもみんな今日好感度アップじゃない。本当に。うん、おとなしくしてくれた。俺別に深夜ちょっととつるとか言ってなかったんだけど、無限好きに、うん、なんで俺の名前ばっか上がってたんだろう。分かんない。全然とつるとか言ってない。やっちょくんめちゃ関係ないのに、俺の名前出てくるでしょ。でしこ。俺何も言ってない。違う。どちら嫌われてます。無限が嫌い。やっちょは面白い。無限が嫌い。
やっちょが好き。ビール2本。止まったら止まってないんですけど。これはね、5時間ぐらいしか寝てない。やだ。普段寝だめしてるから大丈夫。寝だめしてるから大丈夫。まさに寝すぎ。15時間ぐらい寝ますよ。そんな？いつもは15時間とか。どうまかい。18時間とか寝るよ、俺は。そんな寝る。最近なんかアクティブですよね。毎週はね、日付を変えたんだよ。あ、それが調子がいいみたいな。週間の日付を変えたから、それで調子良くなったんだよ。それがあるんだね、体に。そういうのって違うんだね、そこは。で、違いが。調子いいんだよ。だって朝も、ね、昼も起きてるし。そう。最近元気だね。夜ももっこりニュースやってるしね。もっこりニュース、もっこりニュースやってるよ。ちょっと TikTok 的に NG っすね。何がめっちゃ俺の見てくれてる。ね、奈々ちゃんと野田くんってあんまり絡み見ないよ。珍しいよ。深川飯に絶対困らないってこと。ハイボールください。絶対困るかなって。なんで結構野田くんふっかるよ。一番嬉しかった。本当に。ね、ありがとう。俺は嬉しくなかった。いや、みんな嬉しいけど。何のまん、即決やもん。今食べてんの。もぐもぐしてる。なんか嫌だったんかなって。食べて。何と考えて。野田くん即決や。俺嬉しいよ。本当に。なんだ、僕ツイキャス出ることが奇跡ですからね。ちょっと待って、なんか絡まれてる。あいこちゃん。あ。何？アイコちゃん。アイコちゃん。やらかしちゃないでね。誰と？アイコちゃんがなんかモンジョリか、モンジョリボーイズってだって。言ってる？イケメンのアイコめっちゃ移動してる。大丈夫？アイコちゃん。モンジョリボーイズにアイコ。モンジョリボーイズ行っちゃった？アイコちゃんね。注意しに行く？文句言ってんじゃない？これは？あれ深川飯って言ったもん。まさや軍曹も久しぶり。どうも。二人目生まれた？生まれたよ。あれこの間会った時生まれたんだっけ？いつだったっけな。生まれた。最後いつだったっけ？年中言ってたな。だからあれじゃん。ん？格闘技の意味ないな。あの時生まれてた。あの時生まれとった。二人目だよ、二人目。生まれてます。はい。まさになんか顔酔っ払ってる？2杯だけ飲んでる。あー。なんでもっと飲みなよ。いや、車やもん。あ、まあまあ。まあ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 。大丈夫です。汗すごい。そうは。暑いよね。元気です。元気です。どこ座ってるの？こっそりなお姉さんが後ろから。どうしても響きたいことがあって。うん、誰のタレコミが来た？あ、マッチ？そう。あ、さっきウッケに言ったんだけど嘘だよ。ないないない。そうなんや。ジョークで言ったらウッキーが反応したのよ。だからあれと思ったもん。心当たりがあるから怖かったよ。でも寝られんかったよ。ウッキーあるの心の心。寝られんかった。ウッキーだけだよ連絡くれたの。もしかしてって。俺らはなかった。でしょ？思うことないから。でしょ？あ、違うわ。ウッキーはそうだよ。怖い。ウッキー若いからね。あれよね、でもね。そうそうそう。若いから。モテるしね。モテるもんね。だから4人ぐらいコンパ上がってた、うん、上がってた上がってた。俺とウッキーと太郎とあとエンディ、うん、だから俺はウッキーが朝やんないもんね。あ、俺はほんまないから、うん、ウッキーが多分ワンチャン太郎ぐらい。太郎くんもだって最悪おとなしいもんね。 TikTok だもんね。あれってオープンなしだもんね。あー、太郎くんフワッチはやってないの今。あー、メインが TikTok になってんの。これで多分、うん、TikTok でもちゃんとできるようになったら、うん、あー、そうなんだ。太郎くんで、太郎くん、なんかあの写真撮りたい。うん、オッケー、今撮っちゃおう。今空いてるから。奈々ちゃん、奈々ちゃん、
はい。めっちゃ、めっちゃ、めっちゃ、なんか手汚れちゃう。あ、しきちゃんってやつの絡まんかった。はい、しきちゃん。やめろ、お前。あ、いいね、いいね。グッペアとか。大体行ったかな。あ、しずかちゃん。はい。しずかちゃん、食べてる？はい、食べてます。なんかこの間炎上してたね。この間。あの、翔くんは本当に手を出す。うん、触ってきてない。ケシップでは触ってきてない。あららららららら。べったり触ってきたわけじゃないけど。足を触ってきたんですか？べったりじゃないけど。ケシップぐらい。どっちが嘘をついてるの？翔くん。え？翔くん。なんか翔くん家に泊まった時に翔くんってみんなわかるかな、配信者の静香ちゃんが翔くんの家に泊まったんだけど、その時に翔くんに手を出されたって、セクハラされたって、翔くんは手を出してない、静香ちゃんは手を出されたって言われて、でもどっちかが嘘をついてた。顔がでかいパニチーとアムチー、絶対今月マスリーチー取るだろう。セロリー、化粧品セロリー、セロリーやばい、なんで飲んで夏もあれなんで結構効果出てるんだよ。また結構効果出てきます。これカキタツと、はい、どう、キャラお話ししてきたからね、友達としていいなって、友達としていいなって、若いんだよ、イケメンでしょ。まあ、俺ちょっと突然3秒ですけどね、飲みつめあるね、あなたに近いよ、ウップできるのよ。ジョンカちゃんのタイプってゼロワン君だよね。いまだにゼロワン君のこと思ったの。ゼロワン君なんて言ってるの。まあ、まあ、可能性だけ、あの、可能性、ほぼゼロ。ベロ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 ないってことは、あなたは絶対ないから、諦めた方がいい。諦めた方がいい。ただいま。絶対ないよね。ほら、俺の方がどんぶり多いやん。なんてやる。じゃあ俺が下手やん。もう静かちゃん、いいですね。あ、いいってよ。チューしてみる。チューぐらい。チューしてあげなよ。ほっぺにチュー。ほっぺにチュー。フレンチキス。フレンチキス。静かちゃん、ほっぺにチュー。あ、でも TikTok ダメなのかな。静かちゃん、今 TikTok でやってるからね。下ネタもダメなの。下ネタもダメなの。そうだよね。もう投げてもらったポイントで重日を超えてるんで、もう停止か廃廃止ですねって言われました。生活保護を受けてる。あ、さっきなんか横でやってました。でもそれさ、もしさ稼げなくて元に戻るんですか。できます。やだよ、大丈夫。何配信中に消なさってたよ。絶好調。お前ら確認していけねえよ。おかげさまで、おかげさまで。すごいね。まあまあ、こちらすごい。正直言ってこう、お会いしてから人生変わりました。あら、ありがとうございます。言わしちゃったんだよ。よかったよかった。はい、めちゃめちゃ良い方に変わりました。よかった。それでね、自立できれば。はい。で、これはどこのメガネかな。カリミケース。カリミケース。この間配ってたリスナーさんに配ったんですか。ペロリです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちょっと暑い。外でよ、一回。あっという間だね。あっという間やったね。上でも宴やってるかな。もう意外とみんな仲良しだね。あ、うん、そう。でも無限くんはまゆちゃんあんま好きじゃない。無限くんはあんまり。あ、そうなの。まゆちゃん好きじゃないな。無限くんどこ行った。露骨に避けられてる。
これはマリちゃん好きなんですね。そう、酒。いいじゃない。あ、ごめんなさい。大丈夫です。変な声。変な声。あ、両太チョコなんか持ってきた。これ、はい、割れ目のちょっと。両太チョコイケメンやな、あんた。あんた一番イケメンだわ。ねえ。輝きが違う。あれ、奈々ちゃんもあれでしょ。もう、みんなと会うのもあれだけど、こんだけイケメンといると思うんで、めっちゃ楽しいんだよ。何がたくさんいて。どういうこと？え、みんなと行くのもだけど、こんなにたくさんのね、あのジョリズニーが集まるっていうのもないじゃん。だから。ナオキ先生なんかさ、最近オカマっぽいよね、なんかね。すごい言われるんだよね。なんで？オカマっぽくはなくない？絡みすぎてオカマになっちゃったんじゃない？よく言われるけど。好きなんですけど、なびてくれない。あ、じゃあどうぞどうぞ。全然違うのよ。前で入ってください。どうにか調子。ぜひ。ぜひなんかパニワちゃんが、パニワちゃんって言うんですけど、パニワちゃん兄さんのことがタイプみたいなのですよ。兄さんお似合いじゃん。お似合いじゃん兄さん。いろんな人に好きって言ってるし、僕ちょっとのんけなんですよ。のんけを夢を見させるのが私戦場で今日お付き合いし宣言ということで。そう。ごめんなさい。ハッピー誕生です。どどどどど。兄さん何がダメなんですか。何が不満なの兄さん。そうだよ。ダメなんですよ。女子じゃん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 。なんで。こんなさ会ったこともない人にチンコ送ってるぐらいだったらさ。そうなの。目の前にいる方がいいじゃないの。だけど。しょうがないだろそれは。すぐよりいいんじゃない。いいだろそれは。ハニワちゃんはねブランド品なんていらない子よ。そうだよ。質素な女よ。めちゃくちゃ傾いてる。何なの。かっこいいって言ってくれる。そんな好きなの。ハニワちゃんみんな好きって言わない。結構好きって言ってる。誰でも好き。そうだよ。聞いて聞いて。マジで。ちょっと奥に入るな。奥にこう行く。こっちにね。なになになにパニワちゃん。あのね本心は隠してるみたいな。じゃあ誰なの本心は。スナホ兄。あ、そうなんだ。兄さんモテんだよね、意外とそっち系に。加えたい。あ、珍しくない？いや、マジ珍ってこと。そっちね、そっちの欲求。ジポリアが来てるみたいな。ジポリア。ジポリア来たいみたいな。奈々ちゃん、誘ってくれてありがとう。じゃ、奈々ちゃんじゃない。こっち。あのね、あの奈々ちゃんのレスナーさんにマジであの、やられるで。妹。カヌレ姉妹って呼ばれて。マジで妹って言われたら、なる。でもね、最初に会った時に似てるって言われたんだよね。兄弟みたいな。ただ途中でリスナーさんに怒られ始める。ここ似てるって言われるのよ。あ、ここも似てるって言われる。あ、でも似てるかも。なんかね、あ、似てるわ、よーく見りゃ。アマチンも伸ばせばこう感じなんだよな、顔って。でかさが違うじゃないですか、顔のでかさが。確かにでかさが違うね。でかさ違うじゃないですか。フォトショップの感じで伸ばせばみたいな。ハニワちゃん10でアマチン2ぐらいだわ。でかさの話。遠近法で。じゃあ5倍じゃん。ハニワちゃん太ったよね、マジでね。やばいよ。何よ。これちょっと見てほしい、ちょっと待ってね。いいもの、うん。もうね。どうした？どうしたの？俺たち老けたな、本当に。老けた？俺たち老けたね、ほんと。何が。俺とモンジョリってさ、うん、ね、実家にさ、モンジョリと俺がね行く前だったんだよ。だね、ずらだな。あの川とか似合わないよね、船とかね。いや、やめてよ。モンジョリこっち来て。なんかドブの糸ミミズみたいな顔が。ここドブじゃん。危ないから。ドブ側だけど。ドブ側なんだよ。なんか似合わない。似合わない。隅田川に。このスカイツリーも頭から生えてるみたいだもん。悪魔みたいな顔してる。悪魔じゃねえわ。なんでさ、小町くんに嘘をついたの、あなた。何？小町くんに。小町くんが私のこと嫌ってるなんて。だって、うん、モンジュレ小町ばっか構うんだもん。だって小町くん好きなんだもん。だそういうのが嫌なんだよ。なんで？構うんだったら俺も絡め。中村くんも好きだけど小町くんも好きなんだ。小町のこと嫌いになって。どういうこと？俺だけになる。あなた、私の何なのよ。ねえ、これスポンジ捨てていい？これやめて。あ、ダメ。スポンジ、あ、スポンジダメ。あ、やだ。そうやって大事なやつ、これスポンジダメ。ダメ。中村くんも好きだかな。本当に好き。本当に好きなの。小町くんもだってそんな絡んでないじゃん。だって絡んでるじゃん、小町ばっか。そんなことないよ。小町くんだって一瞬だよ、会う時は。叫んなよ。何？ブロッコリ
ふざけんなよ。キックしてきたんだけどこの人。オーマイガー。怖い。TikToker たち、ここ。ねえねえ、あなたが一番怖いよ。俺言ってねえよ。俺言ってねえよ。怖い。これ見て。こんな感じです。いや楽しいですよ。うん、楽しい普通に。なんでお酒、あ、そうか、無薬はお酒飲まない。飲まない。弱いから。からすぐ寝ちゃう。弱い。やろう。どんどん始めましてだからね。いやでも結構みんな優しく挨拶してくれて、うん、やっぱ人気者だから。いやいや、俺結構自分からいけないから。やっぱフワッチの配信者がいっぱい来た。いや。ねえ、なんなのこのデブ。ちょっと早速かして、こっち側沈みすぎじゃない？奈々ちゃん、なんか奈々ちゃん、こっちから来ないで。奈々ちゃん、どっちが沈んじゃう。いやいやいや、私じゃないでしょ。やばい、奈々ちゃん、ちょっと本当に偏ってる。野田さん、どっち行く、どっち行く、こっち来ないで。そっち行っちゃダメだよ。やばいよ、偏ってるよ。偏ってる、マジ偏ってる。危ない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 ね、なんかね。そこに俺が寄っかかってる、マジで怖い。やばいやばいやばい。トルポー。あ、偏ってる。偏ってないじゃん。偏ってない。あのね、無限くんね、私の元カレ、TikTok か。よろしくね。タイタニックやれ。ポルポン、ポルポン。でもんじゃりタイタニックやろうだって。タイタって誰と？俺と。やんない。絡んで来ないでよ。え？今こっちでやってんだから。タイタニックやろうっつってんじゃん。間入ってこないでよ。間入らせろよ。デブ。なんて、今なんて言ったてめえ、デブ。今なんて言った？デブ。体重何キロだ？96。嘘だろ。何キロだ。え、嘘でしょ。何キロなのよ。だって俺知ってた時のもんじゃね、まだ70キロ行って、70キロ行って。何その古くから知ってるみたいなアピール。だって俺23歳の頃からあなたのこと知ってます。画面に見てたくせに。実際会ったの遅かっただろ。私の祝電してたくせに。そうだよ、いっぱいしてた。信用ならない嘘つき。ごめんね。何回も謝ってもさ、ね、信用せならないんで毎回謝ってるからね。じゃあこれで俺たちは意向はなくなった。そうなの？これで大丈夫。なんか静電気合わないみたいな、なんか静電気が流れてる。ビリビリって。本当にねえ。ダメだよそういうの。ダメだよ。ちょっと2人に命令があります。落として、こっから落としてまでで。奈々ちゃんがやばい、めっちゃ掴んでる思いっきり。これポルポ落として。何を落とすの。落とすダメだって。ラジコンじゃ。ちょっと待って。あしきちゃんね。俺と無限、無限どうしたらいい。俺、あれ昔名前私が、あ、今仲良くないの。あ、やっぱりやっちょくんから取ったんだ名前。いいね。やっちょくんが取ったんだけど、やっちょくんがつけられたんですよ俺。うん。で、両タッチのままやってるんですよ。あ、そうなんだ。よろしくお願いします。私はは取っちゃったんだ。あれはもうあいつのはいいんで。あ、そうなの。あいつのはいいんで。今日はどこから。今日は福岡から、博多から。福岡からみんな。博多から。博多から遠方から。両太長と申します。ありがとうございます。最近ツイキャスやってるんですけど、知名度全然つかないんで。うん。ちょっと待って。なに？やだー。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 揺れてる。めっちゃ揺れてる。怖くない？めっちゃ揺れてるんだけど。やばくない？ちょっと本当につ、めっちゃ揺れてる。ポルポン大丈夫？なんか顔白。いや、まだ大丈夫、大丈夫。寝てないの、また。いや、寝てるよ。今日は。なんか具合悪そうだよ。そんな大丈夫そうな。最近あれ、外出てないんじゃないの？出てないね。白いよ。いいよ、はい。なんだっけ、ゼロワンくんの事務所にいるんだっけ、今。うん、もう、
そうだ、家でバトルメインでやるしかないから、うん、あんまり企画とかできる時間がない。どうなの TikTok は。あ、まあ、まあまあでも調子いいよ。調子いい、うん、え、ツイキャスとどっちが稼げるの。いや、あ、フワッチとツイキャスよりも稼いでる。フワッチよりも稼いでるの。フワッチよりも、まあ、そうだね、ゴールドプラスぐらい。ちなみに、ちなみに今いくらお稼ぎで。いや、まだでもそんな大したことない。大体太郎くんとか、まあ、あのスケマルとかと比べたら全然。うん、でも生活はできてんだね。まあ、生活は普通にできる、全然、うん、前よりは良くなった。前より全然いい。あ、さすがだね。ポルポン TikTok 界になるのが夢だったもんね。そうだっけ。 YouTuber と。あ、まあ、そうだね、まあ、動画系とかね。そうだね、うん、うちの方が合ってるかもしれない。まあね、大変だけどね。何が。人付き合いとか、うん、ね、バトルとかやっていかんの。大変ではないでしょ。修学旅行ちょっと日に当たった方がいいよ。ちょっと外出な。なんか出なさすぎだと思う。全然出てない。ねえ、家ばっかね、オナニーばっかしてんだの。なっちゃうからね。オナニーばっかしてんでしょ。してない。ナナちゃんどうなの。何が。ナナちゃんしてない。何に、何を。ポルポお酒飲んでる。毎日してますよ。いや、もうね、勘調されたんだけど、本当にこれさ、落とされたいのかな、本当に。ねえ、落とされたいの、本当に。違うの。機長どこ行ったの。機長でも中村君って結構あれなんだね。仲間に入れないタイプね。結構ちょっと本当でも、モンジュレさんのね、大好きだから俺。いじめられっ子だの。大丈夫、私のそばにいな。いていい。味方になってあげるかな。モンジョリ味方ずっとなってくれ、ね、かまってきなじゃん、やっちょくんみたい。やっちょくんも今日我慢してくれてんだから。本当にね、隣にいるけど。でも俺モンジョリのことね、やっぱすごい人だと思ってるよ。そんなことないよ。中村くんもすごいじゃん最近。本当に人気もんで。じゃあ俺金前さんの放送も感動したわ。本当に。うん、不法侵入。不法侵入。信号無視。信号無視。うん、やめてだからそれ言うの。いじめないでよ。おかしいですよね、信号無視してバンにならないの。だからそういうのいいじゃん別に。おかしいよね、みんなね。おかしくないよ、大丈夫。信号無視して。俺も信号無視しよう。ちょっとひいき入ってんじゃないですか、運営さんの。やめてよ。入ってるでしょ。おかしいよ、みんな。モンジョリの方が一番入ってるじゃん。私だって信号無視したことないもん。でもさ、あのホテルマンキックしてたじゃん。あれ信号無視じゃないじゃん。でも嘘いき障害だよ。障害。いや、本当にやばいだろ。何そっち、障害の方が弱いだろ。キックってあれってそうやってごまかすの。最近だってあなたは罰を受けてないじゃない。俺罰何も受けてないもん。私も受けてないもん。本当に謝ったもん。もういいや。いいやって。あ、軍曹嘘、つぼ飲んでる。仕事仕事終わり来た。そんなこれ揺れが嫌だね。最近カチュちゃんとよく絡んでない。あー、でもこの前そうだね、ちょっと絡んだかもしれない、うん、昨日もなんかやってなかったかな。セラちゃんかな、それは。セラちゃん、セラちゃん今さ、うん、グンパチは誰が一番勝ってるの。勝ってる。ゲストで私勝ったじゃん。あ、だからそう考えるとプラスだの7ちゃんぐらいかもしれない。あ、ほんと、うん、藤見ちゃんも10万ぐらい負けちゃってるし。マジ。セラちゃんも8万ぐらい。カチュちゃんも8万ぐらい。じゃあ軍曹がずっと勝ってると。あ、でもそのセラちゃんとカチュちゃんはあの投資は俺が出すみたいな。なんで女には出すの。そうやって。いやいやいや、どういうこと。なんだろ、その辺な。いい意味で、いい意味で、うん、あ、モグゴ、あ、モグゴリじゃないわ、ドンピーで働くから。あ、それもあるしね、ゲストもやってくれたってもあるけどね。あ、そういうことね。すごいな、投資を出すらしいよ。はい、出発？もう終わり？え？早くない？ダメなんだ、上行っちゃう。みんなが上。ちょっと下に降りてだって出発するから。ファンなんです。行こうや、ちょっと。ファンなんです。行こう行こう。くじ引き行きます？皆さん。じゃあ、おんぶする。やっちゃおう。うん、やっちゃおう。もうええからやめ。あ、やだ。やめろって。あー！お前が決めたことじゃないからな。今飛び込むタヤちゃん。
二人でタイタニックや。これ一緒に3人で。これ僕ちゃん。危ない。ここがピークです。皆さん見てください。フリスク今から落ちます。タイタニック一回中全員見ますよ。危ない。マジでダメ。そうそう、くじ引き。うん、やろうやろう。でどこでやろうかね。一人一人マイク持ったら席回っていく。どっちから行きます。これね、くじ引き向こうから行きます。どう行きます。マイク持ってた方がいい。もうせっかくこっちおるから、こっちからバーって。そうだね、あ、通るよ通るよ。後ろこっちからでいいですか。うん、皆さん注目ください。すいません、今からくじ引き配ってくんで引いてってください。あ、ちょっと貸して。それで、あのくじ引きの中身なんですけど、4つ賞がありまして、特賞が、藤沢奈々スペシャルコラボチケットご招待券。うわー、これ欲しい。これ欲しい。で A 賞の方がモバイルバッテリー、こちら2万アンペア、3名様。うわー、豪華。B 賞の方が、ベルモンコールマン自撮り棒、3名様。で C 賞の方が健康の広角レンズ3名様ということで、こちら計10名様に当たるようになってて、だから 4分の1で当たる確率なんで、今からちょっとくじ引き配っていきます。はい、じゃあゆっこちゃんから。ゆっこさんから。 OK。 あ、揺れる。ゆっこちゃん、ゆっこさん引きます。どうだろう。開けるの？うん、開けちゃっていいよもう。外れろ。やだ、当たってた。外れ、残念。次静香ちゃん。あ、外れの女。はい。静香さん。でも4分の1で当たるからね。はい、じゃあ開けてください。はい、外れ。外れ。静香さん外れ。残念。柿田くん。はい、ありがとうございます。外れ。食べて食べて。エビとか食べてないで。外れ。はい、こう。じゃんじゃこ、じゃんじゃん。まやちゃん。さあ、どうなる？なんか引きそうだな。あ、引きそうだね。あ、B 賞だ。あー、B 賞当たり。マイちゃん、B 賞。B 賞なんだっけ？ B 賞モバイルバッテリー。モバイルバッテリー。こちら、ちょっと後でおみやの袋もあるんで、その中に袋を渡す。あ、おめでとう。おめでとうございます。次、レイくん。レイくん、お願いします。やっぱ引き強いね、まゆちゃんね。強そう。あー、外れー。パリちゃん。間に合うかな。あと30分。これ、もう、今度渡すの、後の方が。はい。はい。はい。あ、ありがとう。不思議だね。行きます。はい、せーの。はい、はい、外れー。たくまくん、たくまくん、いけー。 OK、 外れー。ポルポン。ごめんね。ポルポン、こっち向いて。ポルポン、どうなるの。あ、当たり。モバイルバッテリー。これですね。おめでとう。おめでとう。じゃあ次無限か。無限さん。これスペシャルチケット出ちゃうんじゃないですか。特殊めっちゃんじゃないの私今かな。俺なんか弾ける気がする。ゆえんくん、いきます。はい、はい、あー、外れじゃあ次、割れ目くん。割れ目さん、お願いします。
帰る。行きます。はーい。はずれー。じゃあこっち太郎くん。はい。当たり。あ、当たり。発信賞出ました。高額レンズ、健康高額レンズおめでとう。あ、じゃあこれもらっちゃいます。やだ、中村くん特賞出そう、怖っ。絶対出ないで、中村くんとコラボはやだわ。絶対出ないで、なんか出そうじゃない、この流れ。中村くん出そうでね、4分の1です、4分の1、4分の1。もともと中身なかったことして、こっち見せて、こっち、こっち見せて、外れ。はい、次ユッキー、いった、ユッキー、キーかわいいね、今日ね。いや、のんけなんで、のんけ女装男子、女の子が好きなのよ。やれちんよ、やれちん、やれちんなんだよ。カズレー、あれ、あき、マサヤン、はーい、マサヤン、当たってくれ、カズレー、エンディ、特賞来い、特賞。あ、そうだね。カズレー、アキコママ、アキコママは引きが強いよ。この間パチンコでね、5万発出たから。スロットでも1万発出たから、1万枚。カズレー、おいしい。せいじくん、せいじくん、ちょっと上から上か、ちょっとアングルがおかしいな。これが、こっち入って、こっち入って、ちょっと、あっち、こっち来て、こっち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 、はい、はい、はい、ドン、はじめー、役所くん、お願いします。誰が特殊当たんだろう。まあ、これはちょっと置いとこう。翔くん、はずれー。はい、次、次、はい、両タッチこ、両タッチこ、はい、行きます、よろしくお願いします。あ、引きそうだな、引きそうだな。はい、おー、揺れる、あ、南田物、開けますよ、新しい、はい、はずれー、あいこちゃん、あやかちゃん、旅行？旅行行きたい？さあ来い！あれー、やっちょくん、これ出そうだ、出そうじゃない、特賞やっちょくん、こん中で、ちょっと、お兄さん、反則、1枚だけでお願いします。ちょっとルール知らんかったな、やっちょ、1枚だけね、今、1枚ね、大丈夫？1枚でいいのね、逆に。1枚でお願いします、先生。どうです、当たりです。A！ あ、A 賞！おー！ A 賞！モバイルバッテリー。コラボ、やったー！サンキュー！やっちょくん、どうぞ、これ2万アンペアです。すごい！新品でーす。海外持ってきます。すごーい！やったー、当たったー。じゃあ、次、直木兄さん。直木兄さん、直木兄さん。あと半分ぐらい残ってるかな。これ使えるな。A っていうか、ちゃんとまだスペシャルコラボチケット出てないからね。頑張れ兄さん。なあ、ね。ハズレー。じゃあ次、天然ストレートくん。コラボ、コラボ。あ、コラボ残ってるの？残ってる。残ってる。ヘアバンドダサい子。これもお前やろじゃん。わけわからん。外れー。シラくん。
あれ当たったんだ、私もドキドキしてきた。当てそう。普段いいことしてるからな。外れー。じゃあ次野田さん。こっち入って、こっち入って。外れろ。はい。野田さんどうだろう。あ、外れ。え、なんでこれだけ書いてあるんだろう。あれ、これ当たり？これ当たり？これ当たり？あれ？野田さんだけ外れって書いてあるなんでだろう。俺だけ外れってわざわざ。わかんない。まあある意味当たりっすね。じゃ次ママに。え、なんだこれ間違って入っちゃったかな。外れろママリンも。外れろ。外れママリン外れ。ヤミ。ヤミさん。どうだろう。おえ、B 賞 B 賞 B 賞 B。 ヤミ棒です。ヤミ棒、千鳥棒です。あ、ごめんなさい、私よいしょ。まだ残ってんね、スペシャルだ。こっちの人たちってことだよ。残り11枚ですね。残り11枚だから、こスペシャルコラボ。あ、ごめんなさい、こん中で、こん中の人たち入った。誰かコラボ。じゃあミルさんから。確率は11分の1。うん、あ、11分の1か。これは、あ、いけるか。あ、師匠、師匠、師匠残ってる。もある当たった。ドキドキした。 C 賞、 C 賞。 S 特賞、ん、 S 特賞が残ってる。モバイルバッテリーも1個余ってるかな。横に猫子、猫さんお願いします。はい、お猫くん。猫くん引きそう。偽証だね。どうだ、ちょっとごめんなさい。じゃあ、お守りお返しいただきます。残念。軍曹、軍曹強そう。軍曹、軍曹強いよね。ないよ、ない、全然ない。まあどれだろう、これいきます、これいきます。はい、軍曹引き強いからな。外れ、外れ。この、この中だ。ここで当たりが出るんだ。じゃあ7分の1、7分の1ですね。あ、こっち来て、ペリパ君。こっち、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 持ち入って。じゃあ行きますよ。ちょっと待ってね、山ちゃん。7分の1。 OK。 7分の1です。こんなに残る。山ちゃん出る。あ、ビーショってことは、あと1個だけ、特賞だけ。あ、モバイルバッテリーだ。モバイルバッテリーも出てない。おめでとう。ここの中で、ここの中の6人が6人。スペシャルコラボとモバイルバッテリー。ヤフー。あ、外れー。5分の1、特賞ある。入ってる、特賞ある、ある、入ってる。なんでその疑いながら引くの。やばい。これまたガチの残り。これ避けます。はい、いっちゃえ。出そう。あ、外れ。あ、びっくりした。びっくりした。ヤドタン、ヤドタン引くかな。4分の1だよ、4分の1。ガチ恋、ガチ恋、ガチ恋。特賞だけこんな残る？残らないでしょ。しないんじゃない？入れてる、入れてる。ヤドタンこういうの引くよ。意外と引くわ、こういうの。ああ、引いたらどうしようって言ってたけど。ヤドタンだから引。どうだ？A 賞、A 賞。モバイルバッテリー。え、三分の一。すごい。やばい。こっちね、こっち。入ってる。あ、あれも。あと3枚じゃないんですよ。あと山田さんと山田君。5枚入ってます。5枚。
山田3人で行きます。いや3人で3人で行きましょう。ペイパークあれ、はい、お前のバッヤロタもお前のでんね、お前のバッ一斉のだすごい女引きが強いね2人とも。おめでとう。え3人でいつのせい。ドキドキする。山田に特徴当たったらわけわからない。あこの2人も入ってんの。そうだからまだ引いてないよ。まだ引いてない。いやここ3人で開ける。したよ。俺もしたよ。したことないもんな。モバイルバッテリー出たし。悔しがってる。モバイルバッテリー。どうする？一人一人やっていく？一気に行く？どっちがいい？一気に行きましょう。一気に。せーの。あ、グラ。全員外れ。あと2枚あるよね。入ってるのか。あと3枚ある。入ってるかどうかの確認は。あと3枚の1枚が外れなんですか。入ってなかったら泳いでない。じゃあ2人山田君とベイビーマー君だよ。俺すごいっすね。まさかの。どこにあったの。まさかの。そんなことある。じゃあ特賞って書いてあるの。ガチ持ってないこと証明してしまった。残りました。まあでもスタッフ入れなきゃよかったな。すいません。まあじゃあ2人とも外れだったらもう外れだよ。そうっすね。特賞でしょ。あ、外れ外れ外れ。え、じゃあ俺私が、ま、2分の1。これやらせみたいに思われるじゃん。でも2個あるんですよ。あとだから2分の1外れたらもう終わりでしょ。じゃんけん大会しなし。じゃあこれでコラボなし。はい、いきます。外れろ。はい、特賞やった。特賞逃げてたから逃げてたから。ちょっとなんかやらせみたいじゃん、ペリッパー君。こんなことある。こんなことないっすよ。ある意味持ってるわ。ね、そうなんね。お礼で。すいません、ありがとうございます。ガチ持ってない。持ってるよ。ガチで持ってる。いや、この確率すごいよ。ガチで俺ら持ってない。最後の1枚まずめでしょ、最後の。最後の1枚が。え最後の1枚が2個余ってるシート。特賞が余ってたんですか。みんなめっちゃ持ってないシーショー。最後の最後まで。あ、広角レンズ。広角レンズもらい。いいじゃん、めっちゃもらい。特賞とね、おめでとう、ペリッパ君。楽しい時間ももうそろそろで終わりになります。あと5分ほどで到着になります。皆様楽しんでいただけましたでしょうか。はい、本日はわざわざお集まりいただき誠にありがとうございました。え、アンコール、もう一周しちゃう。で、1万円ください。もう1万円全然払いますよ。払うの。もう一周したい。本当に。ちょっと早いですけどね、2時間で41万円。で、このあと2次会の方がございまして、あきこママのお店で2次会となっております。まあ、そこら辺は各自、帰る人は帰る人で、行く人は行く人で、よろしくお願いします。はい、もう一回、大丈夫。本日はありがとうございました。あ、そうだね、私が言うんだと。ありがとうございます。ね、あれなかったね。よかった。山田君、ありがとうございます。今日はありがとうございます。また今後とも、ね、またよろしくお願いします。ごめんね、なんかね、いろいろと。本当に楽しかった。今度来てくれてありがとう。行くんで。またよろしく。また日程決まったら。ありがとうございます。ね、マレメ君も。ありがとう。あ、袋詰め作業。マレメ君もありがとう。ありがとうございます。また徳島ね。ね、あっちで、あちら会いましょう。いや、めちゃめちゃ楽しかったです。ありがとう。みんなもらった？ありがとうございます。オッケー。ありがとうございます。うん。おりゃ。そりゃ
みんなもらってないよ、みんなちゃんと見て、まやちゃんもらった、まやちゃんもらってない、袋に入れて、袋に、いや、レンくん、カバンでいいって、カバンでいいの、いいね、まやちゃん、これ袋それに入れて、あ、あとみんな、ちょっと待って、ちょっと待って、領収書もらってんで、これ、あ、ありがとうございます、ね、あれで、あれで、ね、はい、あれで、ありがとう、ありがとうございます、はーい、じゃあ、奈々ちゃんまた、奈々ちゃんまた、ねえ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、今日は、ありがとうございます、賑やかで、ありがとうございます、また、ね、これ太郎くん、ありがとう、エンリックもらあげたね、これ領収書、でね、領収書、はい、ごめんなさい、領収書、あ、ありがとうございます、からこれ、せいじくん、ありがとうございます、あ、ありがとうございます、領収書、あとお土産も、お土産持ってきて、まだ入れてるわ、山田くん、そっち二人いなくていいかな、あ、そっちでも、もう配ってっつってるさ、こっちに来ちゃうじゃん、これ、ありがとうございます、ルータ族どうすんの？いや、今から道具しますよ、なんかね、二次会、うん、行くの、はい、どうぞ、もらった、プレゼント、もらった、およき、ありがとうね、今日は、ありがとう、まさやん、これ領収書、ありがとうね、じゃあね、まあ、ポンポン領収書、ああ、ありがとう、はい、シュラック領収書で、ありがとうございます、もらった、お土産、もらいました、楽しかった、なるちゃん、ありがとう、うん、何これ、お菓子、うん、お菓子、お菓子、これゆっこちゃんね、これゆっこちゃんの、あ、ありがとうございます、静香ちゃん、ありがとうね、静香ちゃんも、ありがとうさん、静香ちゃん、領収書、ありがとうね、あ、ありがとう、皆さん、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さん、これ領収書、あ、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、またなんか誘ってください、いや、誘ってくださいってのもおかしいね、いや、楽しかったよ、ねえ、ほんとよ、 Thank you、 あ、暑かった、暑かったね、ちょっとね、ちょっとね、冷房を効かした方がよかった、いや、よかった、ね、上から景色も綺麗だったし、ね、かまだ11時なんだね、びっくり、まだ11時なのね、今度夜やりたいなと思ってて、まだ、桜がまだ咲いてなかったよ、確かに、まだ、枝見だったの、いや、沼ね、沼ねも枝見でしたよね、枝見だったの、枝見、あ、みなさんこれね、領収書で、あとお土産もあるんだ、もらって、ヤマちゃん、袋、あ、そのままちょうだい、こっちこっち、ヤマちゃん、ヤマちゃん、はい、これ袋、あ、ありがとうございます、ここに入る、あ、大丈夫ですよ、で、これ領収書、あ、ありがとうございます、はい、一つこれ領収書、ありがとうね、かき、一つ、顔若いね、ありがとうございます、ありがとうね、あ、ありがとうございます、あ、ちゃん、これ、ありがとうね、今日もありがとうございます、これ、藤見ちゃん、領収書、ね、お土産もあるんで、これ、ありがとうございます、山ちゃん、私揺れてる、たくまくん、たくまくんもらった、もらってない、ありがとう、あ、これ揺れてる、ママももら、もらった、あ、じゃあこれ領収、たくまくんも領収書、ありがとうございます、はい、先に行くんで、うん、ママ後でまたよろしくお願いします、ママ、あ、あたしだ、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、ありがとう、かっこいいわ、つるちゃんもありがとう、ね、よろしくお願いします、ありがとうございます、ね、あのイベント頑張ってね、つるちゃん応援してる、ありがとうございます、みんなつるちゃんに、あ、本当に、はい、一緒にやろうじゃん、ね、そうであります。行くでありますって。眠くないの？あ、これやだったら領収書、ありがとうな。また喋れなかった今日。そのまんまね。ありがとうございます。うん。なんかね、こっちの車は。4人ぐらい乗れるかな、3人乗れるか、あ、一緒だな、一緒に行く、大丈夫、 OK、 あ、これやっちょく、これ何、ね、税金払ってください、ちゃんと、売りましたの、これ1万円書かないとダメ、はい、あ、大丈夫ですか、はい、
ありがとうございました、本日。またぜひ。あ、すいません。金額書いてないけど。お騒がせしました。いいえ、また。ありがとうございます。いらしてください。ねえ、楽しかったです。ありがとうございます。これ1万2000じゃ1万って書けばいいの。うん、1万2000。自分で書けばいいの。うん、ラムチン、ありがとうございます。え、払ってない。嘘、払ってなくない。まさかのラムチン払ってない。あれ、もらっ、これは払ってない。あ、もらってない。それではありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、じゃあいた交換。あ、ダメなのかな。あー、てか多分だからそれで後でごちゃごちゃ言われそうだから俺はいらない。あ、いらない。そうだね。払ってないの。はい、お預かし。大丈夫なのかな。大丈夫、これいらない。あ、いやいやいや、うん、OK。 変な金額書いちゃダメだよ、みんな。じゃあ、おばちゃん時間なかった。バッて思う。本当はダメなの。まあそのまま。これもらった？領収書もらってない。いいのこれ。うん。インボイス入ってへんかよ。でも私が書くのもおかしいからね。あ、え、これもうインボイス入ってへんかい？インボイス？うん。登録番号入ってる。ああ、そうなの。でも結構余ったけど。あれ？全部配った？全部配ったんですけど、何個か余ったんですか？え？余った？何個？まだね。じゃあ配ってないじゃん。ああ、あなたたちの分だ。特例で。山田さん配りましたよね、全部。あれ？誰だろう？ヤミーも渡したね。いや、違う。ゆっこさんもらってないですか？ゆっこちゃんもらってない？プレゼント。やだー。お茶目。結構モテる？大丈夫です。お疲れ。疲れた。頑張りました。私ずっとお腹出しっぱなしだった。あ、出てましたよ。出てたよね。やったよね。はい。ナナちゃん。うん。確かに。何？ありがとうございます。なのにナボナってお菓子。あ、ナボナ有名なやつ。ナボナ。え、どんなの？なんか。開けた？紙やマンデー。うん、私は食べた。結構ね。子供の頃から。食べてみて。え、これ何？ナボナっていう、なんかね、なんて言えばいいのかな。はいはい、ブッセ、ブッヘ。チョコパイのチョコじゃないやつ。パイじゃなくて、なんていうのかな、どら焼きみたいな。そういうやつ。全然参考にならない。あ、そうだ。チョコ、あ、パイなんだけど。亀山万年堂のナボナも有名。昔から有名。ありがとう。そう、4味あるのにそのね。あ、でも関東なんだよね、亀山の。あっちの人は猫クリーム。そう、クリーム、コーヒークリーム。猫クリーム、コーヒークリーム、チーズクリーム、パイナップル。少しこれ食べてる、取った方がいい。結構ね、ボソボソするんだよね。するするね。なんか食べるわ、新幹線。うん、お茶飲みながら食べた方がいいと思う。楽しかったから2時間行きたくなってきた。え、行こうよ。行こうよ。何時まで？ちょっとだけ1時間だけ。全然あの時間とか制限ない。じゃあ行きたくないんだけど。あ、逆にね。逆にね。え？あー、終わった。無事終わったね。早くお疲れ様。お疲れ様です。何もしてくれなかったから。はい、解雇です。よっしゃ、カイコ。飲み物用意してさ。もう吐きそうだって。ありがとうございました。ごちそうさまです。次、幹事長ペリッパーくんやから。そう、部長くんはトイレ掃除に。トイレ掃除になりました。はい、入れようかな。じゃあ俺、アキコママの店でトイレ掃除するんで。でも意外と何もなかったらみんなおとなしかったよね。いや、途中2回ぐらいアイコに、あ、まきくべに行ってんけどな。ん？ 2 回ぐらいアイコにポンプ行ってんけどな。あ、なんかあったうん、なんか起きてた、どっかで見ない。2回ぐらいちょっと危なかったけど、あかんかったわ。僕も今日は、あいこさんに今日は何を盗むんですかって聞いたんですけど、ね、なあ、え、なあ、はい、せやでそんなこと聞いたの。せやで、ぶっこむね。ちょっと俺は行ったから、一応行ったぶっこみすぎだの。次ペリパー君、やばくない？秋田君。え、こっからタクシーで行く人。あ、相乗りしたいです。行く？
私たちは車なんだよね。え、いいなぁ。車なんですか？いいっすね。乗ってて。あ、なんか乗っけね。あ、乗っけれますよ。マジで？ここは乗れんだな。乗っけれます僕も。乗っけれます。3人行けるって。で、こう3人。じゃ、山田さんは車あるっすね。山田さん車あるっすよ。ん？山田さん車あるっすよね。あ、そうだ、山田くんはあるんだ。あ、じゃ山田くんとこ乗せてもらったな。あ、山田くんとこ？ちゃん。そっか。ね、怖い。私たちも行くもん。怖い？山田くん怖い。なんで怖いの、ゆこちゃん。そうそうそう。ゆこちゃん、最近狙ってんのは誰なの？アムチンです。アムチンなの？はい。だから、カマクリ呼んでください。あ、みんないた。からね。ねえ、カマクリ呼んでね、ナナちゃん。次やったらワンチャンセールって言ってた。あ、酔っ払っちゃいました。酔っ払っちゃった、うん、気ぃ使ったんでしょ。珍しくない、パンチは酔っ払うの。なあちゃん飲んでなくない？酔っ払ってなくない？飲んでんの意外と。全部汗で出ちゃった。あ、いつももっと酔っ払ってやばいです。私も行くんで。行きましょう。水川さん何で行くんですか？なんかみんな各自相乗りで行った方が安いんじゃないかなと思うね。相乗り。これ初めて出ました、なあちゃんの。そんなことないっすよ。そんなことないよね。ゆうせいアムチンと乗ってる。あ、アムチンと行くわ。初めて出ただってよ。初めて出ました俺。だって言ってあげよう。ななちゃん。そうだっけ。初めて。普通？インコって言われてる。あ、でもな、ああいうグループの絡みあるけど、個々の絡みがね。すごい、なんかあの自分のリスナーさんからコラボしてほしいって言われて。やろうよ。緊張しちゃいますよ。私も緊張するわ逆に。絶対しないでしょ。いや、するよね、なんかね。すごい。僕は回さす。お願いします。あんまり絡んだことないね、ゆうせく。マジ緊張しすぎて出れない。そんなことないよ。え、出れないね。そんなことないよ。だから全身タイツ着ようよ。市長くんとやってたじゃん。あ、見てたんすか。ブルマブルマ。ゆうせくんはそういうのやれるからすごいよね。イケメンなのに。ね。あ、ふじみちゃんどうする？あ、行く？素敵ね。大丈夫だ。あの映画のさ、メイクいいね。あれなんかここだけ全く映画今度ねやるみたい。この二人が出るの。ひーちゃんの。そう、どんなさんのあのシリーズ好きなんだよね。意外と面白いよね。すごい。あの時間も短くてちょうどいい。男に狂ってく感じでも。奈々ちゃんいつ出演する？ありません。オファーがない。オファーしたでしょ。オファーないんで。次来るかな、次、ね、次あたりに。私もやっとった。あ、そう。あ、で、でもすごい演技力すごそう、藤見ちゃんとか。あ、下手だったの。あ、ほんと。楽しみだね、その映画。棒読み。どうしましょう。パイちゃんすごいよね。何キロ今？今、80キロ。80キロ。わあ、私90超えました。超えたの？96です今。そうだったね。でもそんな見えないでしょ。 96? うん、ご利益。あと4キロです。4キロで、うん、ちょっと先生、先生は何キロなんですか？今60キロ。どこが？足だけで。足だけで60でしょ。頭だけで。でもこの間ほら、うん、この時の最後。ああ。でもほら彼氏できたからケツ穴やると痩せんだよね。そうね。アナルはね。これやるとね。そうなの。月に1回しかやってるんですけど。でもやりまくるんでしょ。もうとことん。なんかそのあれでしょ。うん。ナナちゃん最近やったんですか？私やりました。なんでや。でも出会い系でも出会い系また。誰か紹介してください。カニちゃん、山ちゃんは？山ちゃんは誰だよ。ポルポン。ポルポンだよ。ローパンさっき見たよ。ポルポン。カニちゃんとどう？どう
あ、でもお似合いで、なんか昔見てるみたい。昔思い出さんが好きなのって。ん？直樹兄さんが大好きなの。兄さん無理だから。兄さん無理なの分かってんのよ。ね。でももういいんじゃない？どうせ女もいないしね、兄さんもね。でも絶対オカマ嫌いだと思うよ、実は。そう。じゃあそういう色を見せられると。ああ、そっか。お友達だったら。うん。拒否しそう。あ、ポルポン、ほら、静香ちゃんいるよ。静香、久しぶりじゃない？結構絡みあるよ。まだ喧嘩してんの？TikTok で全然絡んでる。あ、今 TikTok で絡んでる。あ、仲直りしたの？バトル前ね、格闘技で戦う約束してたけど、静香ちゃんがバックれたんだっけ、あの時。それポルポンがブチ切れたんでね、あのオカマって。あ、今は仲良しになったんだ、 TikTok でね。いいじゃないの。この前のカマクリークランチから。あ、そうだったんだ、よかったね。静香ちゃんもどんどん綺麗になって。ありがとうございます。ね。髪もヨミ君のところでやってもらってるでしょ。ヨミさんのところやってもらいます。私も同じところでやってるの。あ、そうなんや。美容室。ちょうどその時の、終わってからが、ちょうど 次のお客さんが、来たんだって。うん、あ、そうなんだ。結構かぶるもんね。ありがとう。でね、見てこの足、綺麗でしょ。スタイルいいのよ。めっちゃ。あ、これ新品のお洋服なの。これはどこ？メーカー。うん。は GU。GU。あら。着こなすわね、GU を。ほら、後ろから見させてもらっていいですか？あ、綺麗。ちょっと顔は前向き。あ、そうっすね。そういうこと言うか。そうだ。あ、OK です。いいわ、いい女だわ。でもなんかスニーカーでもいいよね、これで。革、エナメル、なんかこれが良かったから。あー、そういうの流行ってんだ最近。なんかこの可愛い系のお洋服だから、うん、あ、渋めのね、これがいいな、クールな感じで。なんかもう私じゃない、ストッキング履いてるよね、それね。ね、ありがとう。山ちゃんもかっこいいな、今日ね。これわざわざ作ったの？いや、違う、わざわざ買いました。普通にいくらすんの、これ着物。これ多分ね、2万。マジ？これジンベエじゃないよね、着物だよね。一長蘭だよ。奈々ちゃんの館船のために。マジ？でもさ、企画でも使えそうだね、こうちゃんとしてるからね。確かに、そう、浅草とかもいる。うん、そうね、和のとことかね。かっこいいな、似合うな、山ちゃん。ちょっと後ろも向いてもらっていいですか？あー、結構山ちゃんがっちりしてるからね、似合うわ、着物。じゃあ後で写真撮りましょう。 OK。 山ちゃんどうするの今日？あ、行きますよ。行く、はい。ネコ君今日リア突だよね。あ、そうです。どこでやんの？上の公園で。でも桜全然咲いてない。そうなんだよね。すいません。あ、あれ、すいません。あ、やだ。ちょっと。お土産、あ、もらったね、みんなもらった。ポルポもらった？もらった、もらった。もらった。ネコ君ね、また、また、なんですか？TikTokだよ。また前ちょっと背高くなった。心霊配信してたんです。ちょっとだけ。あのユッコって人は、このユッコさんの人。痛い痛い痛い、結構痛い。結構恨みが。恨みが。猫子可愛い。でもみんなさ、可愛いと思うじゃん。マスク取るとかっこいいなのよ。男っぽい顔してんの。オスなのよ。ねえ、リアトツ頑張ってるね、はい。あ、どこだっけ、上野公園だ。上野公園にあるみたい、みんな、ね。あ、領収書はあげたっけ。完全に大成功しますよね。これ。あ、見てるか。あれだね。あれね。ポルポもらった領収書。あれ、これダッスもらった領収書。え、でも冷戦でした。もらってない。あ、結構余った。山ちゃん、これ領収書もらった？もらいました。あ。あいこちゃんはもらった？あいな。ヤミもらった？あ、ごめん。向こうのサナちゃん。
ねえ、これ隣は、うん、ペリパーくんのほんまに食べたいとかさ、いいよ、俺がいる、あ、みんなでってことか、無理でしょ、ペリパーくん何人乗れんだっけ、あの車、旅費ありがとう、旅費ね、式やっちょの旅費な、タイムな、ありがとう、はい、2人私たち、あ、でも山田くんの車も乗れるんだよ、山田くん、どうですか、この子誕生日なんです、3日前、何よ、行こう行こう、いいっすか、でも端っこで、あの声が、でも今日落とされてないもんね、だもんね、落とされて、だからなーちゃんが運営さん言ってくれたおかげ、端っこで騒ごうぜ、あ、端っこで騒いでいきます、うん、誰乗ってきます、やっちょさん乗ってきます、乗っていい、もうこれは決定してるから、これはちょっといい、誕生日プレゼント、うん、だって2人、え、2人しか乗れないの、後ろ4人乗れるんですけど、だからゆっこさんと角立さんが乗りたい、やすこタクシーで行かすこっち、こっち4人乗せた方がいいんで、乗せたい、またこういうの怒られるかな、闇も乗りたい、ちょっとね、やったな、あいこレベルで選ぶ、でもそうじゃない、現実は、社会は、じゃ社長が乗りたいって言ったら断んないよね、課長はちょっとね違うので移動してくださいって、ママついた、待って、かわいいスヌーピーの、かわいい、かわいい、スヌーピー本当好きだよね、かわいい、でもかわいいよね、あこちゃん、でも今日楽しそうね、楽しいよ、よかったね、うん、怒ってないから許可を、でもさっきね、何ダッスーが、うん、空の財布を私の目の前に置いて鎌かけたの、トラップやったの、そう、それ取った、取らないよ、ちょっと取りたいと思ったの、取らないよ、暑いね今日ね、奈々ちゃん結構崩れちゃってる、そう、マスクする、あ、車お願いします、いや、お願いします、で、やっちょくんと、だからヤミーヤミーヤミーも行くんだ、ヤミー置物だったから話してあげて、ヤミー行こう、もう私切りたいな、これ一人だと喋れない子だから話しかけてあげて、誰、ヤミーちゃんが、そうなの、ヤミー、そうだよ、コミュ障だから、そう、じゃあ行きましょう、話しかけて、でも、奈々ちゃん隣俺な、ええ、だって喋ってないもん、隣隣ってさ、だって喋ってくれへん、今日はやばい予感がすんで、こっから私は逃げるわ、こっから切るなら、新やっちゃの TikTok でね、こっから怖いもんだって、 TikTok もあるんでね、スイキャスを守んないと二次会のが炎上するってこと、僕おとなしかったでしょ、皆さん、だってみんなでお酒入ってないんで、こっから飲むってことでしょ、みんな飲んでないの、飲んでないよ、ほぼほぼ、僕はあ、いい子ちゃんしてましたよ、兄さん、何一つ炎上してました、あ、芸者だわ、芸者、あ、芸者、みんな見送ってから行こうかね、あれもゴーストパターン、立って見えないね、全然ね、あれ違くない、タクシーじゃないじゃん、どれ、トラック、トラックタクシー、トラックに手挙げてどうすんだよ、じゃあっちや、あっち行くんだ、全然タクシーじゃない、ないね、トラックに手挙げてどうすんだ、あ、これはこれはこれはこれ呼んだんじゃない、誰か呼んだんじゃない、なんかでかいワゴンとかやったらいいよね、あ、誰か呼んだんだね、呼んだ、乗ってる後ろに、すぐ乗ってるわ、暑い今日、 ねでも寒いよりいいじゃん、ね、しょ夏みたいじゃない今日、花粉は大丈夫じゃない今日、飛んでたんで、飛んでない、うん、朝黄砂やばかったけどね、あ、これた、これ来たんじゃない、これはこれは光ってる、ナナちゃんのそのタクシーの手の上げ方の癖よ、何限定って書いてある、限定って、これ一回あっち側に、あ、これはもう見えない、暗くて、暗くてじゃなく、明るくて見えない、あっち側あれ乗ってるわ、あ、ちょっと待って、私そっちだ、あ、どっち、じゃこっちで待ってんね、あ、いやいや、ヤミーはあっちだったよ、え、あっち乗るんだったよ、あ、あった、またどういうこと、え、どういうこと、あの
どっちだ、あ、闇あっちなんだ、どっちだ、じゃあ、あっちに乗る、これは奈々ちゃんとだ、ちょっと待って、赤だから渡っちゃダメだよ、危ない、危ない、髪が赤だから、いや、病気でいいと思わない、じゃあ早く、同じ仲間だ、あれ、野田さんは野田くん、あ、いたいたいた、タクシーで行くんだよ、野田さんもタクシーで、闇一応、じゃあ、あれ、あれ、あれ、2人しか乗れないものになってて、確実に泣いてる、すごくな、暑くない、今日暑いよね、昨日も暑かったんだよ、画面も見えないやん、あ、青でーす、青でーす、それ暑そうだね、もう多分着物、着物ハッピーっていうのか、シュラクありがとうございます、ありがとうございました、またはい、またお願いします、ね、はい、入ったら絡んでます、あ、もう全然言ってください、ありがとうございます、お願いします、ね、はい、じゃあないです、帰るの、はい、あ、はい、ありがとう、あ、ちょっと、じゃあね、ありがとうございます、帰るんだってシュラク、大阪に帰るんだって、その凄い現金持ってたんだよね、シュラコン70万でしょ、違うよ、え、400万ぐらい入ってたよ、え、今、え、さっきシュラコンね、財布の400万ぐらい入ってたよ、なんか支払いがあんだって、支払いが、あこちゃんあっちにね、うん、あるよ、あ、ごめん、え、お土産もらった、テイソコン、これこれこれなんかさ、普通の人だよ、ね、え、これ、金額、そうそうそう、言わないね、あんまり、これさ、言わないもん、みんな知ってるよ、これ知ってるどうだ、あ、でもあれで書いて、ちゃんとえ、あれにね、うん、ちゃんとね、ちゃんとね、はい、転職はどこ行くの、俺も帰る、帰る、帰る、あれ、うん、また、こうやってさ、うん、ツイッターに書かないね、ああいうの、あ、エッチなことも、何エッチなことで、嫁に言われたの、そうやって、嫁に言われてへんよ、言われてないの、言われてないの、ちょリアルすぎてびっくりした、私ドン引きした、逆にこの過去は、うん、この過去わかんの、あ、違う、あの私とのちょめちょめの話、あれだとありのままと言ってんけど、ありのまますぎだよね、あれね、ありのままの、でも無理やりはしてないからね、同意だからね、あ、したの、おお、大丈夫だよ、ちょっと何なんでミュートしたの今、大丈夫、え、何何、ああ、ああ、そうだね、こういうぐらいのね、またありがとう、じゃあね、高志、じゃあね、天祖くん、そうだ、忘れてた、私、じゃあね、高志、愛子ちゃん泊まりにいたの、危ない、危ない、はあ、暑いよね、でもまさか最後の最後で特賞、よかったね、でもね、当たって、うん、楽しかった、ありがとうね、お疲れ様、あこちゃんもね、よく我慢してくれた、いや、こっからは暴れていいんでね、いや、我慢も何もないよ、あきこままの店だったら暴れていいから、いやいや、暴れないよ、あきこが止めるかな、やめてー、私25年やってんのよー、この店店屋さんわかるーとか言って、あんた言い返しちゃったよー、ごめんよ、あ、聞くままね、あ、でも初めて来んでんね、やみんな初めてだ、僕もっすよ、あ、そうだ、やっちょくんもね、僕もです、あきこままと喋ったわけ、キャスバーとかよくいたけどね、みんな ね、亡くなったから今あきこままのとこになってんの、みんなの、このメンツがレア、確かにね、なかなか集まるよ、奈々ちゃんのおかげだよ、かなりレアだよね、奈々ちゃんのおかげでみんな仲良くなった、ほんとクルーになれた、無限くんも良かった、ただ一人だけクルーになれなかった人がいた、誰、無視され続けて夢をね、限ると書いた人が、夢の幻さんですか、幻か、うん、奈々ちゃんが忙しかったから間入ってくれなかった、しょうがない、いや、これは To be continue ですよ、この戦は、どう思う、いや、もう、ね、しょうがないね、嫌われとるんだろ、嫌われてんねん、もう彼は、でもやっちょくはやっぱ絡みたいの、まあ争う必要ないよね、あで向こうも、もともと向こうが煽ってきたから、だから素直に言うんだったら絡みたい、どうした、そういうことだ、 OK、 みんなどうぞ、向こうが言ってきてるから、
それまああれね、黒いやつ。俺は何も言ってない、自分に対するアンサー。悪口言って絡みたいんだって。そうやね、鼻からね、合うあんまないってあるから。いやいや、隣座ったら見てるから。嫌いなやつ絡みそう。私前乗るね。隣って言ったやん。なんで隣？ちょっとだけお願いします。おかしいだろ、運転できない。また運転するの無免許で。いい匂い。運転しないみたいに。俺こっちがいいよ、あいつ。これ真ん中来たあいつ。なんでアングル的に端っこがいいんだって。なんでみんな私二次会は発信しなくていい。よいしょ。みんなのとこ見て。アングルむずいってこれ。疲れちまった。